視聴者とペルラ派等は、アウクスブルクを象徴する、建造物である、世界初の社会福祉住宅である、フゲライ視聴者前のアウグスティスの泉。町の創始者、アウグスティスの像アウクスブルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州南西部に位置する、軍独立市である。シュバーベン軍士連合、シュバーベン行政管区及び、アウクスブルク軍の本部所在地であり、 大学都市としても知られる。アウクスブルクは1909年に大都市となり、26万人強の人口を有する。この町は、ミュンヘン、ニュルンベルクに次ぐバイエルン州第三の都市である。アウクスブルク都市圏はその人口、経済力ともに、やはり、バイエルン州で3番目の規模であり、約83万人が住むアウクスブルク開発地域の一部である。都市名は、 ローマ属州時代のアウグスタ・ビンベリコルムに由来し、紀元前15年に、ローマ皇帝アウグスティスによって築かれた城に、その起源を持つ。このため、アウクスブルクはドイツで最も古い都市の一つに、数えられる。また、15世紀から16世紀に、フッガー家やベルザー家によって、金融都市として、繁栄を極めたことから、フッガーシュタットとしばしば称される。なお、 標準ドイツ語では、アウクスブルクと発音されるが、日本語では、G を濁音で読み、アウグスブルク、アウグスブルグなどと表記される場合もある。2019年、アウクスブルクの水管理システムが、ユネスコ世界遺産に登録されたアウクスブルクは、レヒ川とベルタハ川に面している。都市の最も古い部分を呼び、市街地南部は、東のフリートベルクの急瞬な丘陵地と西の、 丘陵地の円にあたるオネトに挟まれた北向きのテラス状の死脈に位置している。市の南部には表記に形成された粒ぶてばらであるレヒフェルトがレヒ川とベルタハ川に挟まれて珍しい太古の風景を止めて広がる。アウクスブルガー・シュタットバルトとレヒタールハイデンは中部ヨーロッパで最も多様な生物種の生息地域の一つに数えられている。 大きな森林地域であるアウクスブルクベストリヒエ・ベルダー自然公園はアウクスブルクに隣接する。この他にも地域内は緑豊かであり、これにより1997年に最も緑豊かで最も居住価値の高い町としてヨーロッパ賞を受賞している。この町はバイエルンの市町村の中で最大の森林所有者であり、 ドイツ全土でも3番目に当たる。アウクスブルクは、東のアイハハイコールフリートベルク軍西のアウクスブルク軍に挟まれている。南北に細長い形のこの都市は、多くの市町村と境を接している。東から時計回りに、フリートベルク、ケーニヒスブルン、シュタットベルゲン、ノイゼス、ゲルストホーフェンは建て込んだ、市街中心地が、 直接、アウクスブルクの市境に接している。この他の境を接する市町村は、北から時計回りに、レーリング、アフィング、キッシング、メーリング、メルヒング及びボービンゲン、ゲッサーツハウゼン、ディードルフである。計画地域と、市区アウクスブルク市の構成は、行政上、42の市区と、その上位組織である17の計画地域で構成されている。 こうした構成は1938年に制定された。地域の面積は147平方キロメートルで、ドイツの大都市中39番目の広さである。17の計画地域は以下の通り。地区は、かつて独立した市町村であった地区がアウクスブルクに合併して、地区となったものや、新しい住宅地が整備され地区となったものがある。このため、 宿と同じ名の住宅地を持つ宿もいくつかある。フィールテルは英語のクォーターにあたり、宿とは独立した地理上の概念である。例えば、テクスティル街は一部がシュピッケルイコールヘルンク、一部がインネンシュタットに属し、宿名でこの街区を規定することはできない。一方、アウクスブルガー・アルトシュタットのようにインネンシュタットに内包される街区もある。 以前は、アメリカ軍の兵舎、居住区であった、レーゼカゼルネは、1998年に、最後のアメリカ軍部隊が撤収した後も、この名称を継承している。この中には、センタービル、クレーマートン、リース、シェリダン、サリバンハイツ、サプライセンターがある。レヒ川アウクスブルクは3つの川が流れる町である。レヒ川が最も大きな川である。 その支流のベルタ派川は市内を流れ、ボルフツアナウフーチ保護地区北部でレヒ川に合流する。アウクスブルクを流れる三つ目の川であるジンゴルト川は、オストアルゴイで湧き出し、市内に広く分岐した人口の小川、ウンガモに注いでいる。その多くが、旧市街のレヒ街に張り巡らされている。無数のウンガモは、アウクスブルクを、計500本の橋が架かる橋の町にしている。 ジンゴルト川が注ぎ込む、ファブリーク運河は、ゲッギンゲンで、ベルタハ川から分岐して、ベルタハ運河、ホルツバッハ、ゼンケルバッハと名前を変えながら、北に向かって流れ、アウクスブルク風船会社の裏でベルタハ川に、再び合流する。ホッホアプラスゼキの地点で、ハウプトシュタットバッハとノイバッイハが、レヒ川から分岐するが、数百メートル後には再び合流する。 その少し下流で北に向かうヘレンバッハや西に向かうカウフバッハを分岐する。カウフバッハはシェフラーバッハを分岐し市の堀と中核区運河として流れる。北に向かいアップムクンメネで再び合流してシュタットバッハとなりボルフツアーナウでプロフィアントバッハと合流後ベルタハ川口の数メートル上流側でレヒ川に注ぐ。ミュールバッハ川は プファー税ー宿を流れている。ここから、無数の小川が分岐し、中核区の手前で合流する。レヒ川が流れる、森林地域には、ヨカ施設が、人気の空港や、これよりも小さなシュテムプフレ湖がある。アウクスブルク北部には、アウトバーン湖、カイザー湖、アウクスブルガーミュールベルクのヨーロッパ池がある。アウクスブルク南部には、ベルタハ川の関留湖、 ラウター湖、イルゼ湖がある。アウクスブルク南部の自然保護地区には、アウクスブルクの飲料水の水源がある。アウクスブルクの死の森やウンターベルゲン近郊の、レヒアウバルトにも水源はある。高度13.5度、DH のこの水は、アウクスブルク、ノイゼス、フリートベルク、シュタットベルゲンに供給されている。アウクスブルクは、1970年代の大規模な、 市町村合併後、ドイツの大都市中3番目の緑地、森林面積を有する都市となった。アウクスブルガー・シュタットバルトは、アウクスブルク南東部に位置する21.5平方キロメートルの広さのドイツ最大の湿地森林地域である。この森は、自然保護区としての役割と、近郊型保養行楽地としての役割の両方がある。市の南西部は、 アウクスブルクベストリヒエ、ベルダー自然公園の一部である。総面積1175平方キロメートルの広さを持つ、この自然公園は、バイエルンシュバーベン地方で唯一のものである。北は、ドナウ川、東は、ベルタハ川や、シュムッター川への斜面、西は、ミンベル川がその境界である。南は、ウンターアールゴイ地方にまで広がっている。 アウクスブルクは環境に優しい照明の連邦モデル都市である。公共照明の公害抑制措置により、電力消費とそれに伴う CO2 排出量を約20%軽減し、年間25万ユーロの節約になった。気温、降水量グラフアウクスブルク市は、必順な大西洋気候と乾燥した大陸性気候の変わり目付近にあたるレヒフェルトの 小さな谷に位置している。この他の気候に影響を及ぼす因子には、中部ヨーロッパ規模の因子であるアルプスや、それよりは狭い地域の気候境界であるドナウ川がある。これらの因子が干渉し合うことでこの地域の気候は変わりやすい性質を持つ。季節は温和でそれほど寒くならない冬と温暖でひどく暑くはならない夏の間で変わる。気温が 氷点下から大きく下がるのを防ぐ大量の降雪はだいたい1月から3月半ばまで続く。この町はミュンヘンに次いでドイツで2番目に雪の多い大都市である。初夏には湿潤な西風に乗って多くの降水がある。長い乾燥期は聖火から初秋にかけて訪れる。 アルプス先山地方からアウクスブルクにかけて南からのとても暑く乾燥した大気をもたらすフェーン現象は一年を通して起こりうるこの現象は有名なバイエルンブルーの青空やバイエリシェアルペンやアルゴヤーアルペンの素晴らしい眺望と関係している年間平均気温は約摂氏8.4度平均年間降水量は約850ミ、mm、リメートルである 観測史上の最高気温は1983年7月27日の摂氏37.1度である。また、史上最低気温は1929年2月12日に観測された摂氏28.8度である。アウクスブルクはバイエルウニ州でも激しい雷雨が最も頻発する地域に位置しており、 猛烈な洪水により、レヒ川やベルタ派川の洪水にしばしば襲われている。最悪の被害としては、1999年に、ベルタ派川の石が決壊し、全市が水に浸かった事例がある。アウクスブルクは秋になるとしばしば霧に覆われる。これは、この町が、レヒ川の渓谷に位置していることに起因しているのは、明らかである。 アウクスブルクの人口推移アウクスブルクには、ローマ時代にはすでに1万2000人が住んでいた。その後数世紀間、人口増加は、ほとんどなかった。1500年頃の人口は約3万人で、ケルンやプラハに次ぐ新生ローマ帝国最大規模の都市の一つであった。19世紀の工業化の開始とともにアウクスブルクの人口は急増した。 1806年の人口が2万6千人であったのに対し、1895年の人口は8万人に達した。1939年には、さらにこの倍以上の18万5千人がアウクスブルクに住んでいたのである。第二次世界大戦でこの町は人口の20%を失い、その結果1945年のアウクスブルク、 の人口は14万6000人であった。人口が戦前のレベルを回復したのは5年後であった。旧ドイツ領からの大量の難民がこの町に流れ込んだことも、この急速な人口増加の一因である。1992年にこの町の人口は過去最大の26万4852人を記録した。バイエルン州統計。 データ管理局の記録に基づく2005年6月30日付の公式な人口は262,140人でドイツの大都市中25位の人口であるアウクスブルクの2008年1月1日時点の人口は264,265人である2008年11月現在就業可能者138,300人中9,181人が 食についておらず、失業率は6.5%である。隣接する、衛生都市、町村を含めたアウクスブルク都市圏には、約50万人が住んでいる。外国人比率は16.7%で、ドイツの大都市平均よりもやや高い。ドイツ外の出身者の多くは、オーバーハウゼン、シュピッケルヘルンバッハ、ホッホフェルト、レヒハウゼン計画地区に住んでおり、トルコ。 イタリア、旧ユーゴスラビア、クロアチア出身者が多い。アルメニア系住民もかなりの割合でいるが、彼らはトルコ、シリア、イラン、イラク、レバノンの出身で多くがシリア正教会に属している。この他に約5万人の東欧からの引き上げ者たちもアウクスブルクで暮らしている。彼らはドイツ市民権を有しているが、多くが旧ソビエトで生まれたものである。 アウクスブルクには移民を背景にした住民が合計9万人住んでいる。こうした国際的な都市計画は、インアウグズバーグイストダイベルトズハウセというスローガンに現れている。アウクスブルクの年齢構成はドイツ平均とほぼ同じで、18歳以下が16.0%である。全住民の52.2%が女性、47.8%が 男性である。アウクスブルクでは2001年から定期的にユダヤ教、キリスト教、イスラム教、仏教の信者が会する宗教円卓会議が開催されている。異なる宗教を信仰する者たちが互いに宗教、冷静、儀典宗教実践について語り合いを始めている。アウクスブルクには宗教活動の大きな部分を占めるキリスト教、 ユダヤ教、イスラム教の他にも、様々な宗教の小規模な信仰組織が、数多く存在する。また、無宗教社会論組織のバンドフュア・ガイスティス・フレーハイト、も1911年から存在している。アウクスブルク大聖堂・キリスト教アウクスブルクは、ローマ・カトリックの司教座都市であり、同時にいるターハフクイン福音主義教会のアウクスブルク、教会管区本部所在地である。 住民の多くはカトリック信者であり、8月15日は祝日となっている。さらに8月8日のアウクスブルガー、法へフリーデンスフェストの日が、ドイツではこの町でだけ、法的な祝日とされている。このため、アウクスブルクでは、ドイツの他の都市や地域よりも祝祭日が1日多い。1648年当時のアウクスブルク市教区。 アウクスブルクは4世紀から5世紀頃にはすでに司教座となっていた。738年頃にアウクスブルク司教区は更新された。1518年からマルティン・ルターの教義を信奉する者が現れ始めた。この教義は普及するばかりで、ついに1534年から1537年に宗教改革は正式に資産次会に受け入れられた。 その後、市は、シュマルカルデン戦争に参加し、1548年には、異公期の宗教行為を制御する、帝国会議が、アウクスブルクで開催された。7年後のアウクスブルクの宗教和議で、領主派は、同等と認められるに至った。こうした事実やルターが滞在したことから、アウクスブルクは、ドイツルター都市の一つとなっている。比較的強固な組織である。 最先連派は1524年にこの町での活動を始めた。1927年にアウクスブルクでアウクスブルガー殉教者協会会議と呼ばれる宗派を超えた会議が開催された。カトリックの住民はかつてはマインツ大司教区の管轄下にあったアウクスブルク司教区に属していた。この都市がバイエルン支配下に移された後もしばらくはこの関係は維持された。 1821年になって、アウクスブルク市教区とその下部にある、市祭区は、新たに創設された、ミュンヘン及びフライジング、広塚サ教区の管轄下に移された。ルター派福音主義教会の、セイアーコップ教会プロテスタント信者らは、遅くとも、ベストファーレン条約までには、セイアンナ教会、セウルリヒ教会、戦争教会、セイアーコップ教会を有していた。これらは、 資産次会の管轄下に置かれていた。アウクスブルクがバイエルンの支配下に置かれた後、これらの教会組織は、最初ルター派と改革派の宗教組織を取り込んだ、バイエルン福音ルター派教会の一部となった。この都市は、1827年にまず、バイロイト教会役員会に属す教区、監督官本部所在地となり、 その後上位組織は1876年からアンスバッハ協会管区、1923年からミュンヘン協会管区と変遷し、1971年からはアウクスブルク協会管区に属している。アウクスブルク協会管区は市内の協会組織だけでなく、市外、特にアウクスブルク軍やアイハッハイコールフリートベルク軍の市町村の協会組織をも、 その管轄下に置く。1648年のベスト・ファーレン条約は、アウクスブルクにとって、1548年に制定された、領収派対等の行政運営システムを確認する、ものであった。この対等に関する制度は1805年の、売信化まで存続した。自由協会組織は、最先連派運動集結後、アウクスブルクでは19世紀から20世紀に、 最高した。最初はメノー派が1870年からアウクスブルクでの宗教儀式を執行した。1963年にメソジスト教会は私的教会団体の権利を得た。1925年頃にはミュンヘンの組織を母体団体とするバクテスト教会が活動を開始した。さらに1968年からアウクスブルクには自由福音派教会がある。 宗派別の人口構成は19世紀の初めまではカトリックが60%プロテスタントが40%であった。この比率はカトリック信者が多い周辺市町村を合併することでカトリック優位に変化し1950年頃にはプロテスタント住民の比率は約23%まで低下した。南欧や東欧の正教会もアウクスブルクに組織がある。 シリア正教会はアウクスブルクで宗教儀式を何度か行っている。アウクスブルクの約3000人のシリア正教徒は主にトルコ南東部やシリア出身者でイエスの言葉を話しメソポタミアに先祖を持つ。これらのキリスト教徒はその多くがトルコで差別を受け迫害された避難民たちで1980年頃からガストアルバイターとして ヨーロッパにやってきた。6000人以上の信者を持つギリシア正教会は、米軍撤退後に、旧校社法体兵舎のゴスペル教会を購入し、守護聖人、アジョス・パンタレーミンにちなんだ名を冠した。この他、アウクスブルクには、ロシア正教ベルリン及び、ドイツ主教区に属すロシア正教会もある。この組織は1930年代から存在し、 現在は100人ほどの信者がいる。この他に多くのキリスト教系宗教組織が存在している。例えば、コカトリック教会、シンシト派教会、エホバの証人などである。イスラム教イスラム教とは、アウクスブルクで2番目に大きな宗教組織を形成している。市内には、それぞれの目的や重点によって様々に異なった組織があり、これに応じたいりの場や、 集会施設が多く存在している。イスラム系住民の多くはトルコからの移民の一世から三世で構成される。その他にアラビア系、ボスニア系、イラク系、それぞれの組織や宗教施設があり、アレビー派の文化センターもある。ユダヤ教祭所のユダヤ人がアウクスブルクにやってきたのは1世紀のユダヤ人放棄の際にローマに イエルサレム神殿が破壊された後のことであった。旧世紀には、アウクスブルクのユダヤ人に関する、資料上の記述が認められている。1438年7月7日に、資産次会は、ユダヤ人が市内に住むことを禁止したため、ユダヤ人らは、市内から追い出され、シモンの前の現在のクリークスハーバー地区に住み着いた。 アウクスブルクのユダヤ人組織の歴史は1803年に再開された。この年、市内の商人たちの強い抵抗にもかかわらず、3人のユダヤ人に対して、毎年納付金を納め莫大な借金を引き受けることと引き換えに市民権が与えられた。その後のユダヤ人家族の増加は緩やかで、定住に際しては相変わらず厳しい審査がなされていた。 明らかな方針転換がなされたのは、保守的なカトリック勢力が1857年の選挙で敗北したことによってもたらされた。1861年には、アウクスブルクにイスラエル文化協会が設立された。それまで、クリークスハーバーのラビカンクに置かれていた間の宗教教育は、当時は独立した町であったプファーゼへの教師によって行われていた。 行政当局の認可が得られる3年前の1858年には、すでに、ビンターガス製13番の屋敷を1万3000、グルデンで購入しており、最初は純粋なシナゴーグに改造し、後に、ラビや教師の居住空間を増築した。この建物は1685年に完成した。19世紀後半、この街のユダヤ人人口は、 急速に増加し、1895年には1156人が住んでいた。やがてユダヤ人墓地が作られ、事前活動が活発に行われるようになった。ユダヤ人の工場主、銀行家、貿易商、小売商らが、市の経済生活で重要な役割を担い、町の中、上流階級をほぼ独占するようになっていった。 ハルダー通りのシナゴーグこの頃までにはすでに信者らから新しいシナゴーグ建設の要求が再三行われ、加えて市側からの要求もあった。古い建物はみすぼらしい状態になっていたのである。そこで1903年にハルダー通り沿いの庭園の辞書を獲得し、シナゴーグ建設のための建築コンペが1912年に行われた。 1914年から1917年までをかけて、最終的には、フリッツ・ランダウアーとハインリヒレムペルの設計案が採用された。1933年のナチスの権力掌握により、アウクスブルクのユダヤ人は迫害の圧力に繰り返し、苦しめられるようになった。5年以内に、すべてのユダヤ人企業が閉鎖もしくは、アーリア化された。 ユダヤ人迫害のピークとなる事件が1938年11月10日早朝のいわゆる水晶の夜である。約30人の NSDOP 党員が品ーグ内を破壊し火をつけた。これは周辺の民家や商店、ガソリンスタンドを守るために消火された。こうして消失を免れたこの建物は第二次世界大戦中は 私立劇場の舞台装置倉庫に転用された。シナゴーグの丸天井には、校舎包帯の監視所が設けられた。1933年以降、多くのユダヤ人が流出したにもかかわらず、周辺の田舎から流入するものがあり、市内のユダヤ人人口は大幅には減少しなかった。356人から450人のユダヤ人たちは7回に分け、アウシュビッツ。 ピアスキ、リガ、テレージエンシュタットに移送された。強制収容所の恐怖を逃れた者は、ほんのわずかであった。第二次世界大戦後この街に帰ってきた数少ない、ユダヤ人の中に、アメリカ軍司令部によって、戦後の初代市長に指名されたルートビヒドライフスがいた。1946年にはイスラエル文化、教会アウクスブルクシュバーベンが設立されたが、 その後長らく大きな成長はなかった。1987年時点での会員数は247人であった。1991年のソビエト崩壊に伴う、旧ソ連からの移住者によって事態は、急速に変わり、シュバーベンに属す市町村全体のユダヤ人総数は、約1800人にまで増加した。仏教ワット、ブッダーウクスブルクの創設に伴い、 2002年に、現金源地区に寺院が作られた。この寺院の親寺は、太陽国にある。毎月第1日には、万国近郊の寺院マハダマカヤシティアから、インターネット経由で法要が中継される。この日には参詣する信者が増加する。やがて、この宗教団体は、ケーニヒスブルーンに移転した。仏教徒グループ。 全員アウクスブルクは2000年から水曜日と日曜日ごとに定期的に瞑想を行っている。競技や作法は伝統的な日本の臨済宗の伝統に則っ,っている。アウクスブルクから出土したローマ時代の株とアウクスブルクの創設は現在のオーバーハウゼン地区にローマの軍団基地が設けられた紀元前15年とされている。 この基地は後に補給物資倉庫としても利用された。皇帝、アウグストゥスの二人の養子、ドルウススとティベリウスが運営を任された。この年号は、アウクスブルクがトリーヤに次ぐドイツで二番目に古い都市で、あることを意味している。また、アウグスタ・トレベロールムに次ぐ、アルプスの北側で最大のローマ人入植地の一つでもあった。期限の変わり目直前に建設された基地は、 一世紀には入植地アウグスタ・ビンデリコルムとなり121年に皇帝ハドリアヌスはこの町にローマの都市圏を授けたアウクスブルクは95年頃にはイタリア北部にまで広がるライティア族州の首都になっていたアウクスブルクがいつ首都になったのか正確なことは分かっていないただ考古学的出土品から一世紀の遅くまではアルゴイの憲付店に その機能が置かれていたことが分かっている。最新の研究では、ネッカー・オーデンバルトリーメスは、トラヤヌステッチ聖火の西暦98年に、初めて建設されたとしている。この同じ年に、マインツからバートガンシュタットを経由して、アウクスブルクに至るローマ街道も建設されている。こうした二つの戦略的プロジェクトの開始は、続州の首都が、 ケンプテンからアウクスブルクに移転したことと関係しているのかもしれないが、これを積極的に支持する証拠は今までのところを発見されていない。260年、ユートゥン元族がイタリアトラエティアに突如来襲し、数千人のローマ人を捕虜にした。しかし、その期路二日間にわたる、戦闘の末、ローマの総督により全滅させられた。 1992年にこの時の勝利の祭壇が発掘された。271年に、ユートゥン元族は他の部族を伴いこの都市を包囲する軍事行動を再度行っている。294年のライティア分割後、アウクスブルクはライチア、セクンダの首都となった。古代後期にはすでにアウクスブルクは死教座都市となっていた。300年頃から、 死教ナルキススフォンギローナに関する伝承が残っている。死の守護聖人となったアウクスブルクのアフラの殉教もこの頃のことである。450年頃にフン族の襲撃を受けてローマ支配が終焉した後、5世紀からアレマン人がこの地に進出した。しかし、入植地は破壊されることなく、その後も存続した。 565年に発表されたベナンティウス・フォルトゥナトゥスのシビータ・サンクティ・マルティーニの642節には聖アフラの破壊の巡礼について言及されている。レヒフェルトについて記述した1457年の資料8世紀にはフランク王国のカール大帝に占領された。その後、フランク王国は分裂し、東フランク王国を経てアウクスブルクは 中世の何世紀もの間、特筆すべき事件なく、過ごした後、神聖ローマ帝国の治世に移った。955年に神聖ローマ帝国の初代皇帝、オットー一世が、アウクスブルク司教ウルリヒの援助を得てハンガリー大公国と戦った、レヒフェルトの戦いが、死の南部で行われた。11世紀に、バイエルン大公ベルフ一世の支配下に移った。 1156年6月21日に皇帝フリードリヒ・バルバロッサはアウクスブルクに再び都市圏を授けた。バルバロッサのアウクスブルクの分割は1158年にミュンヘンの公式な都市創設会議に記録されている。それから約100年後の1251年には印象の主要と市民への課税の権利が与えられた。発展のピークは 1276年3月9日に、ローマ王、ルドルフ・フォン・ハプスブルクにより、保護特権を与えられ、自由帝国都市の肩書きとともに、帝国直轄の地位を得たことである。この都市圏は1276年の帝国大長にも記録されている。この拡大された自治圏は、司教領主の世俗領主機関である、 司教本部との間に激しい論争を引き起こし、最も甚だしい時期には司教の主所在地をディリンゲン・アンデア・ドナウに移したこともあった。1331年11月20日、アウクスブルクはシュバーベント市同盟に加盟した。徐々に都市貴族一門が都市の支配権を獲得していったが、問題がないわけではなかった。1368年に、 ツンフト制度を導入しようとした、手工業者らが決起した。ツンフト制度導入以後、手工業者らは連帯して、業務の調整を行うことで、ツンフトの権力は、急速に拡大した。1388年に、シュバーベント指導名は解消された。近世初めからルネサンス末にかけてアウクスブルクは、世界で最も重要な貿易、経済センターに成長していった。 これは特に、フッガー家やベルザー家といった商家の影響に由来する、ものであった。ウルリッシュバルツの独裁性がこの時代のピークであった。彼は1469年に、大きな政治的ビジョンを持って、市長となった。彼は、下級のツンフト聖院を市行政に登用し、アウクスブルク市の負債を関西した。しかし貴族が彼の妨害をした際に、暴力的手段を取り、 貴族家の兄弟を死刑にしたことを契機に、1478年に失脚して処刑された。1493年のアウクスブルク・ギュンター・ザイナーがこの町に移住したことが、アウクスブルクの印刷業流星の短所であった。1468年に S ・ボーノ・ベン・チャーレ・メディテーションズ・ビート・ドミニが出版された。宗教書の他に、ドイツ語の通俗本。 精神収容書、医学書、小読みが出版された。1471年に、ザイナーは、ドイツ発のアンティーク書体の一つであるタイプ3を、制作した。エルハルト・ラートドルトは、ベネツィアから移入した、アンティーク体を洗練させた。この他に、15世紀から16世紀への変わり目頃に、印刷工場も作られ、アウクスブルクは、 ヨーロッパで最も名高い出版都市に数えられるようになった。この帝国都市には大学がなく科学や宗教以外の世俗の大衆に市場を求めたことから1480年から1500年までの間にアウクスブルクで出版された書物の75%がこの地方の方言で書かれていた。ドイツ5番、イソップグーワ州は22班と番を重ねた。 ヨハン・シェーン・スペルガーもこれに貢献した。シェーン・スペルガーのトイア・ドンクは、ルネッサンスに出版された書物で最大の成功を収めた作品である。アウクスブルク帝国会議において、カール5世の前で、アウクスブルク信仰告白を読み上げるメランヒトン。この、都市は、1529年のシュパイアー帝国会議では、新教史の少数派であったが、 プロテスタント運動には加わらなかった。1530年のアウクスブルク帝国議会におけるフィリップ・メランヒトンのアウクスブルク信興告白で述べられた福音派信仰の不況が妨げられないことを市民階級は要求した。アウクスブルク信興告白はルター派協会の協議と設立意義を述べたものである。 アウクスブルク市には1524年から1573年までの間、重要な再戦礼派の組織があった。特に1527年8月に行われたアウクスブルク準教者会議は異なった再戦礼派グループの施設が集まる国際会議で協議の確認を行っている。アウクスブルクの再戦礼派の重要人物はヤーコブ・ダ・ハザーとハンスロイポルトである。 この教会会議の参加者は、そのほとんどが後に殉教している。1534年7月22日に、市参次会は、指名された、説教士だけが市内での説教を許されることを、決議した。カトリックの礼拝は8つの教会に制限され、小さな教会や、修道院教会は廃止された。参次会はこの宗教令によって、形式上、 教会の貢献を死に異常するよう要求したことになる。2005年に発行されたアウクスブルクの宗教は疑450年記念切って1540年には、すでにアウクスブルク証券取引所が創設されていた。ツンフトは、その7年後の1547年までには姿勢に関与するようになっていった。1547年に最終的に、 スンフト支配が力を失った後、1548年に皇帝カール5世は、姿勢構造の刷新を促し、アウクスブルク仮新状協定を交付した。新しい姿勢構造では、カトリックとプロテスタントが対等となる、統治管理システムが採用された。1555年のアウクスブルクの宗教和議と、帝国執行令はこの年でも、 市民の共存に関する議論を沈静化させた。その28年後、1583年2月24日に、アウクスブルクで、グレゴリオ歴が採用された。30年戦争の間、1632年4月20日に、アウクスブルクは、スウェーデン軍に占領された。この時代に、共に、アウクスブルクの防衛施設の一部である、スウェーデン島やスウェーデン海岸が作られた。 スペイン継承戦争では、1703年12月13日に、バイエルン戦定校、マクシュミリアン2世イエマヌエル率いるバイエルン軍によって、アウクスブルクは占領された。この軍は1704年にこの都市を明け渡した。18世紀に、アウクスブルクで精密器具製造が新たな流星を迎えた。これは、ゲオルクフリードリヒ・ブランダーの名前と密接に結びついている。 1784年から1785年に、食行の暴動が起き始めた。これは、最終的には1794年1月29日の、食行の反乱にまで発展した。この騒乱の背景には、食行が携わるて工業的繊維業を脅かす、コットン食器による、繊維産業の工業化の兆しがあった。1771年に、 ヨハン・ハインリヒ・シューレは、ヨーロッパ大陸発の工場であるシュールス艦カチューン・ファブリックをアウクスブルクに設立していたのである。最初のディーゼルエンジン1805年12月21日には、すでに、バイエルン軍に占領されたアウクスブルクは、同年12月28日のプレスブルクの和訳により、帝国自由都市の地位を失い、バイエルン領となった。 それまでこの都市は7つの都市貴族化によって支配されていた。1809年に市警察本部が設けられ、市はクライス行政部の直下に置かれた。1862年にベツイルクスワムとアウクスブルクが成立した。この軍は1972年の軍域再編で旧シュバープミュンヘン軍。 旧ベルティンゲン軍の一部、ドナウベルト軍及びノイブルクアンデアドナウ軍の、いくつかの町村を合併した。その後、1994年にバールを、アイハッハイコールフリートベルク軍に移管し、現在の軍域となった。アウクスブルク市自身は、軍独立市を保持している。19世紀にアウクスブルクは、繊維工業と、機械生産のセンターとして、重きをなした。 現在マンの略号で知られるマシーンナンファブリック、アウグズバーグ・ニュルンベルクで、ルドルフ・ディーゼルは1892年にディーゼルエンジンを発明した。この他にも、例えばメッサー・シュミットは1927年からこの町に本社を置いている。また1798年に、ヨハン・フリート・トリヒ・コッタによって創刊された、最も重要な日刊誌の一つである。 アルゲマイネツアイトゥングが1807年からアウクスブルクに移転してきていた。19世紀末から20世紀初めにかけてフッガーシュタットにも技術革新が起こった。1881年に鉄道馬車が敷かれ、1898年に路面電車が営業を始めた。第一次世界大戦後の1917年にこの街に伝統が灯った。 それまで全ての明かりはガス灯であった。1933年の帝国議会選挙で国家社会主義ドイツ労働党は32.3%の票を獲得した。3月9日のバイエルン国家革命の開始によりアウクスブルクでは性的に対するテロが始まった。1929年に選出された市議会は1933年3月末に 解散され、3月5日の帝国議会選挙の結果に、基づいて、市議会の議席が割り当てられた。市政のすべての委員会から締め出されたドイツ、社会民主党は、NSDOP の市議らによる圧力を受けて5月に、市議会を去り、7月5日には、バイエルン人民党の議員もこれに続いた。ドイツ国家人民党の議員は、NSDOP に協力を誓った。 4月28日の市議会で、第二市長で、スピード所属のフリードリ・ヒアッカーマンは、名目上辞任をし、それ以前に委任を取り付けていたヨーゼフ・マイヤーが、新たに、第二市長に就任した。7月31日には、上級市長のオットー・ボールが解任され、8月3日に、開催された、市議会は、エドムーンとしてクレを公認とした。こうしてこの町における、 ナツスの権力掌握は完了した。アウクスブルクのヒトラー有限とを描いた絵はがきこれ、以前の3月9日にはすでに共産主義活動家が保護検索された。逮捕ははじめ共産主義者や社会民主主義者に対して行われていたが、やがてユダヤ人や BVP 議員などの NSD オッピーの性的らにも及ぶようになった。 1934年4月30日のゼンガーハレの火災はその逮捕の波を助長させた。1933年新たに成立したドイツ帝国はバイエルンを6つの大管区に分割した。アウクスブルクはシュバーベン奥区の首都となった。1938年11月のユダヤ人排斥運動では11月10日にハルダー通りの シナゴーグが放火され、ユダヤ人の商店や指定が襲撃された。1985年に、シナゴーグは、長い修復作業を終えて再開され、一部は、ユダヤ博物館に利用されている。ハウンシュテッター通りのユダヤ人墓地には、ユダヤ人犠牲者のための追悼碑が建てられている。ビーボバーガーをはじめとするレジスタンス運動の投資や、スピードの衆議会議員、 クレメンス・ヘックラがナチス時代に殺害されている。第二次世界大戦中は軍需産業の分散化政策に基づき飛行機製造のメッサー・シュミット・ AG がアウクスブルクに作られ周辺地域にはダッハウ強制収容所の外部収容所が多く設けられた。クリークス・ハーバー地区では現在のウルマー通り沿いの産業公園の場所に女子収容所が作られ 500人のハンガリー系ユダヤ人が収容されていた。ハウンシュテッテン地区では、インニンガー通りの旧ジャリ採取場付近に2700人を収容する男子収容所が建設された。この収容所が空爆により破壊された後、プファーゼへの空軍兵舎の場所に新しい収容所が設けられた。ガプリン原ン地区にも1000人を収容する施設があり、 ポールガウにも収容所が設けられていた。235人の収容者が親衛隊に殺害されたか、あるいは劣悪な生活環境に耐えられず亡くなり、西墓地に埋葬された。ここには3つの記念版が掲げられている。2000人の収容者は1945年の春に、プファーゼ兵弊社からクリンマハへ、死の行進が行われ、多くが命を落とした。アウクスブルクは、 第二次世界大戦中、空爆により甚大な被害を受けた。メッサーシュミットやマンといった重要な軍需企業があったため、連合軍の空爆目標になったのである。アウクスブルクは10回以上の空爆を受け、このうち2回は大きな被害をもたらした。1942年4月17日の攻撃では、マンの有ボートのエンジン生産が、 1944年2月25日から26日の攻撃ではメッサーシュミットの工場と南ドイツの鉄道の分岐点となっていた中央駅が破壊された。1945年4月28日にアメリカ軍の第7軍の部隊が抵抗を受けることなくアウクスブルクに入り多くの兵舎や基地をこの街に築いた。これらは 最後の部隊が撤退した1998年になって初めて完全に返還された。重要な建築物があった旧市街は戦後に大部分が復興されたが一部の作業は現在も続いている。アウクスブルクはドイツを呼びバイエルーン州の政治システムにおいてはシュバーベン行政管区の本部所在地となった。修復された黄金の広間。 ローゼナウ・シュターディオンを建設したことにより、この街は戦後無数に開催された大規模なスポーツイベントの多くの開催地となった。大規模スポーツイベントの最大のものは、アイスカナルでのカヌー及びカヤックの競技会と1972年ウィンヘンオリンピック大会で、バスケットボール、サッカー、ハンドボールの予選がアウクスブルクで開催されている。 多くの短科大学を統合した後継者として、経済学、社会学を専門分野とするアウクスブルク大学が1970年に創設された。その後、他の学部が新設され、1974年から新しいキャンパスが設けられ、現在では、確固たる地位を築いている。2008年から2009年の学期で、 1> 約1万4000人の学生がこの大学に席を置いている。市の健康医療システムは何、世紀もの間分散化し、組織化されない状態にあったが、クリニクム・アウクスブルクと呼ばれる、中央病院が建設された1982年に大きな転換点を迎えた。これ以降は、すべての救急患者と手術患者は、中央病院で集中的に扱うこととなった。 小規模なクリニックは、やがて専門化していった。県と2000年にあたる1985年から、黄金の広間の修復が始まり、1996年に完成した。1999年には、大きな自然災害も経験した。レヒ川とベルタ派川の渓谷に降雨があったと同時に、アルプスの雪解けが始まり、増水した川の水が包みを越えたのである。 最終的には、席が決壊して、全市内が、水浸しとなり、多大な被害となった。さらにその後、深刻な不況から大企業の倒産が、相次ぎアウクスブルクの経済を揺さぶった。この町の失業率は、バイエルン州の平均を超えた。さらに飛行場を大規模な地方空港に拡大する。 計画のトインザや BMW の工場誘致失敗といった20世紀の終盤に起こった積極的経済政策失敗の反動が死を直撃したのである。近年のアウクスブルクはモーツァルトイヤーやブレヒトイヤーといった様々な大規模文化イベントで注目を集めるようになっている。アウクスブルクは2011年の女子サッカーワールドカップ開催地の一つになっている。 女神シーサシーサに対するローマ人の包囲戦失敗について1135年頃にウルスベルク修道院で制作されたイクサプタムエクスガリカイストリアの傍中に記述されている。それによればこの町は女神シーサの聖域にちなんで名付けられたとされている。この文書にはさらに地区名のクリークスハーバーはグリーヒエンアファーにハーフェンベルクは ローマの軍事長官ハベーノに、プファーゼーは、軍事司令官フェルスにそれぞれ由来すると記述している。この12世紀のテキストは明白な重点を持った、散漫な寄せ集めであり、伝承研究にとっては、アレマン時代以前の地域名にありきたりで、ファンタジックな解釈を施したものに過ぎない。ただし、女神シーサについては、ヤーコップグリムがその著書、ドイツ神話学で、 注目すべき伝承とはっきりと重視しており、議論の対象となっている。現在の聖ウルリヒ及び聖アフラ教会に近いキッツンベルク付近で、アレマン人によるトゥール神崇拝の儀式が行われていたかどうかは、未だに学問上確定していない。アウクスブルクでは、遅くとも中世後期以降には、ローマ属州時代のメドゥーサの首が、現在のウルリヒ教会に塗り込められていた。 これは、現在、市内のローマ博物館で見ることができる。シーサの姿は、ペルラ派等の飾見に見ることができる。また、アウクスブルク聖堂の聖堂の扉の彫刻に、この女神を示唆するものがある。シュトイネルネ、マシュトイネルネ、マ、シュトイネルネマは、東の神壁、いわゆる、スウェーデン階段の秋のガルス教会に隣接して立つ、等身大以上の石像である。 これはパンの塊と盾を持った片腕のパン焼き職人の像である。足元には螺旋状にひねった台座がある。パン焼き職人、コンラートハッカーの伝説は以下のような話である。アウクスブルクが長い包囲戦に見舞われた時、彼はおがくずでパンを焼き、包囲軍に見せつけるようにして、これを堀に投げ込んだ。アウクスブルクには壁から投げ捨てるほど、 大量のパンがあると思った。包囲軍は指揮を失い、苛立って、石弓を発射した。その一発が、パン焼き職人の腕に当たった。包囲軍はやがて撤収した。歴史上、この事件は30年戦争時代、正確には1634年から1635年の出来事で、カトリック軍が、 プロテスタントのスウェーデン軍に占領されていたこの街を包囲した際のものである。パン屋の働きについては信頼できる証拠はもちろん残されていない。こうした伝承の背景については1941年に刊行されたシュバーベン歴史協会雑誌第54号に詳細な研究論文が掲載されている。この論文でエドゥアルト・ラムパートは 以下のように述べている。かつて、プルファー通りと、ウンテラーグラーベンに面した家の角に素人細工の、元々体にならない像があった。これは、町の土木工事の際に見つかり、何世代かのうちに、前述の家の角に運ばれたものである。この家は1810年まで、市の建築監督官の校舎となっていた。この像をここに建てたのは、おそらく18世紀の初めから、 中頃のある建築監督官であろう。歴史的に裏付けのないパン屋のハッカーの話は後に考えられたものである。この像は、四壁沿いに散歩する市民に愛されている像である。鼻に触れると幸運になると言われており、恋人たちの好む習慣となっている。七人の子供七人の子供のレリーフバイデン、ジーベン・キンデルーン三番地の家の壁に、 ローマ時代のレリーフ石板が掲げられている。このレリーフには棺の周りに集まって遊ぶ6人の子供が彫られている。伝説ではローマ時代の司令官が溺死した子供の思い出に制作を依頼した記念版であるという。現在の研究によればこの石板に描かれているのはキューピッドであり、この石板はかつて石管の側板であった。地域は古くから 周辺地域を併合して拡大しているが、20世紀に、なされた合併が大きな割合を占めている。合併には二つの波があった。一つは、第一次世界大戦前あるいは大戦中で、二つ目は、バイエルン州の市町村再編がなされた1972年で、ある。アウクスブルクの当時の上級市長、ハンス・ブロイヤーはさらに多くの市町村合併を、目論んだのだが、 相手先自治体住民の抵抗にあい失敗した。1999年7月1日に郵便配送センター建設のため、隣接するゲルストホーフェンとの間で地域の交換がなされた。アウクスブルクの名前は、ローマ時代の都市名、オーガスタ・ビンデリコルムを起源とする。現在の市名に引き継がれた前半部分のオーガスタは、 紀元前15年にこの町の建設を二人の用子、ドルーススとティベリウスに命じた皇帝アウグストゥスを示す。後半のビンデリコルムは当時ベルタ派側とレヒ側の間に住んでいた部族であるビンデリカー族を示している。視聴者アウクスブルクのトップとしては、1266年に資産次会の議長を務めたシュタートップ・フレジャーという職名が残されている。この職は、 時々はバーガーマイスターと称することもあり、さらに二つの肩書きが同時に使われることもあった。1548年になって初めて肩書きがシュタートップフレジャーに固定された。この職の在職期間は長期に及び、やがて終身職となり、何人ものシュタートップフレジャーが同時に存在した。バイエルンニ州への移管後、アウクスブルクには二人のバーガーマイスター職が、 設けられた。1919年に市議会が開設されることとなり、これ以後エルステバーガーマイスターが市の代表者となった。第一市長はもっぱらオーベルベルガーメイスターの肩書きで呼ばれる。第二次世界大戦後の上級市長を歴記する。2008年3月16日にクルトグリープルは決戦投票の末に当時現職のパウルベンゲルトを 破り、2008年5月2日に、上級市長職に就任した。2008年に、左翼党と改名、フライエワラーフライエワラーアウグズバーグ、3議席、アウグズバーグインバーガーハンド、1議席、ジェネレーションを、1議席、大パルタイ、1議席、V パルタイ、1議席、プリングウィズウェッセイ、1議席アウクスブルクは、 第253アウクスブルク市選挙区に属す。この選挙区には、アウクスブルク軍の系ニヒスブルーンも含まれる。アウクスブルクの首相の公式な紋章学上の記述は、赤字と銀字に左右に分割。中央に、緑のツィルベルヌス。1985年以降、ツィルベルヌスは、緑の中東の上に描かれている。 死の旗はこれに対応して赤から緑から白である。確認されている最も古いアウクスブルクの首相は1237年のもので、二つの塔がある強壁の門とその上に星というデザインのものである。門の中には生命の木が描かれていた。1260年からはその下にブドウが加えられた。これはブドウの種名であるアウクステルが 死の名前を暗示するものである。15世紀に紅白に左右分割された地の上に緑のブドウが描かれたものが現れ、松笠が発掘されたことで1467年にこれに変更された。これ以後、ブドウの代わりに松笠が描かれるようになった。中東は1521年に初めて見られ、1811年から上壁間となった。 このシンボルの意味は明らかでない。死の色は1372年以降知られている。県と2000年を機会に1985年に紋章は時代趣味に従って新しく改変された。ツイベルヌスは様式化された松笠であり、ローマ軍の軍団識別標識であり、後にラエティア属州の首都のシンボルとなった。現在もツイベルヌスは、 市内の至るところで見ることができる。姉妹都市を示す看板他のドイツの都市と同様に、アウクスブルクの姉妹都市の歴史は第二次世界大戦後に始まった。1956年、ミュンヘンにあるイギリス総領事館から、スコットランドの都市とアウクスブルクとの間で、姉妹都市の提携を結びたいとの希望が示され、その候補として、 第3の都市であるインバネスが提案された。同じ都市に公式な代表団の相互訪問がなされた後、後継続的な文化交流がなされ、姉妹都市となった。興味深いことに、この姉妹都市協定は、文書での契約が記録として残されていない。最初のドイツイコール日本魔の姉妹都市協定は、第二次世界大戦前に、ミュンヘンで学び、 その研究に関連して、ルドルフ・ディーゼルに興味を持って、アウクスブルクをたびたび訪れていた一人の日本人、山岡孫吉の功績による。山岡は戦後、ヤンマーディーゼルの社長となり、ビッテルスバッハ公園に記念林を送った。その後、彼は、政治上、あるいは個人的な影響力を行使して、1959年に、自らの会社の工場がある、長浜市及び、 甘がさ市とアウクスブルク市の間で二重の姉妹都市協定を締結した。そのわずか5年後に今度はアメリカ合衆国の都市デートンと姉妹都市協定を締結した。これはもともと1956年にアイゼンハワー大統領が発表した People2People プロジェクトの一環であった。これにデートンを本拠とするアメリカの NCR コンツェルンの ドイツ本部がアウクスブルクにあったことが友好関係を助長した。最終的に姉妹都市関係はシスターシティコミッティの創設により牽引された。1963年の独仏友好条約を受けてその1年後にアウクスブルク市議会はフランスの都市との姉妹都市協定を結びたい意向を示した。国際市長同盟での協議を経て フランス中央に位置するブールジュがその相手となった。姉妹都市協定は1967年4月に締結された。その以前から良好な相互訪問や交流が行われている。次の姉妹都市協定はこの31年後に締結されたのだが、これはそもそも第二次世界大戦直後にまで遡る。1955年にアウクスブルクは チェコの都市リベレツからの避難民すべてに対する保護協力を申し出ていた。これに基づき、アウクスブルクの至るところで新しい家屋が見られるようになった。冷戦終結後に、旧避難民たちは、かつての故郷と定期的な相互訪問プログラムなどの、とりわけ文化レベルでの接触を再開し始めた。こうした交流が発展し、2001年5月1日に、 公式な姉妹都市協定が締結されるに至った。1987年7月9日に、バイエルン州と中国の山東省との間で、姉妹州協定が締結された。これを受けて、省都である、西南市が、バイエルン州の都市との姉妹都市協定に関心を寄せた。相互訪問や公的接触の後、2004年9月3日に、両市の市長は、 姉妹都市協定締結に関する公式文書を発行した。このようにアウクスブルクは3つの大陸の7つの都市と姉妹都市協定を結んでおり、住民の相互理解を深めるような親密な交流を行っている。それは様々な分野でなされており、特に交換留学、スポーツ、音楽、芸術交流、あるいは様々な郷土グループの相互訪問などの 活動として現れている。アウクスブルクと名付けられたフリゲート艦1954年、ドイツ都市会議の提案を受けて、ゲッギンゲン氏は、ズレーテン地方のノイデック氏を呼び、ノイデック軍からのドイツ人避難民に対する保護協力を引き受けた。アウクスブルクは、ゲッギンゲンを合併して以降、この保護協力関係を引き継いでいる。同じ年に、アウクスブルク自身は、 新たに死に昇格した、シュバーベンのイレルティッセンの貢献役となっている。その一年後にアウクスブルクは、現在はチェコに属するイヒエンベルクからのドイツ人、難民すべてに対する保護協力を引き受けた。この関係から、鉄のカーテンが外された後、両者の間で公式な姉妹都市協定が結ばれた。このフッガート氏はこの他に、いくつかの乗り物の貢献役にもなっている。 帝国時代の1909年から SMS、アウクスブルク号という小型巡洋艦があり、連邦海軍は1958年から F222 と F213 の2隻のフリゲート艦にアウクスブルクの名を付けている。2008年からはアンマー税船団の客船アウクスブルク号が就航しており、ドイツ鉄道のアイス3型車両にも2002年から アウクスブルク号が登場している。アウクスブルクは歴史上常に文化的中心であり続け、現在もなお様々な文化、芸術分野で地域を超えて重要な都市である。オーガスタ・ビンデリコルムとしてローマ人が定住していた時代からはわずかな出土品が保存されているが、その大部分が博物館で展示されている。現在も大部分が保存されている。 ローマ時代のクラウディアン・ウグスタ街道沿いに立つのが、最もよく当時の生活を感じ取る方法である。大聖堂のロマネスク様式のステンドグラス中世には、街の姿を特徴づけるような建築物、特に宗教建築が建造された。中でも重要なのは、我らが聖母大聖堂と聖ウルリヒ及び聖アフラ教会である。 大聖堂の南のクリアストリーにある1140年頃に作られたステンドグラスはロマネスク様式のステンドグラスとして世界で唯一のものである。この時代のもう一つの重要な教会芸術作品が1065年に制作されたアウクスブルク聖堂のブロンズの扉である。この扉は2000年に修復された。フンフグラート当中世のアウクスブルクは大規模な 防衛施設とそれを結ぶ史壁に取り囲まれていた。フュンフグラート島やベルタハブルカーモンをはじめ、これらの施設の一部は現在も保存されている。史壁内には当時、金銀細工士が住んでおり、何世紀にも渡り高い名声を享受していた。その作品は現在も様々な博物館や展示会で見ることができる。この都市は現在も この分野の手工芸品製造者人口が他の都市に比べて突出して高い。ルネサンス期にアウクスブルクは圧倒的な流星を経験した。ハンスホルバインやハンスブルクマイヤーといった結出した芸術家がこの街で活動し、中央ヨーロッパで最も重要な文化的中心都市となったのである。この時代には特にフッガー家やベルザー家といった裕福な商人の 経済的援助を得て、重要で有名な建造物が建設された。エリアス・ホルは、視聴者を建設した。この建物は、アルプスの北側で最も重要な、世俗ルネサンス建築と称賛され、プラハトブルンネンの上にそびえている。この他、フッゲライは、最古の社会福祉住宅であり、現在も、同じ用途に用いられている。 市境宮殿その後の時代様式もアウクスブルクにその痕跡を残している。特にロココはアウクスブルク風とも呼ばれ、この街に印を刻んでいる。この時代の建造物には市境宮殿やシェツラー宮殿などがある。産業革命の時代には、例えばシュレーシェカッツンファブリーク、グラスパラスト、あるいはファブリークシュロスといった登場施設が建設され、現在は その大部分が別の目的に用いられている。またギヌや、ハーク邸、ジルバーマン邸といった工場経営者の邸宅も建てられた。有限とシュティールは、アウクスブルクにシナゴーグ、プファーゼー地区のヘルツイエズ教会やアルテス・シュタットバーと、その他の風変わりな建物を残した。第二次世界大戦勃発前の1937年に、アウクスブルク動物園が開園した。 戦後この動物園はエキゾチックな動物を展示し、年間50万人を超える来園者がある、バイエルンシュバーベン地方で最も来訪者の多い文化施設である。第二次世界大戦後には、特に大規模な祭事場が作られた。中でもローゼナウ・スターディオンは、当時最も近代的なスタジアムとして建設された。また、シュポルト・ハレ、ホテル等を併設した会議センター、 クルトフレンツェル・シュターディオンといった打ち放しコンクリートの建造物が多く建てられた。バイエルン州文化財保護局が作成、発表している文化財リストには2009年の時点で1226件のアウクスブルクの個別文化財が登録されている。これはこの都市の全建造物の約1.6%にあたる。 さらにアウクスブルクは20件の建造物群及び65の広場並びに通りの景観で構成される広域旧市街建造物群が登録されている。マクシミリアン博物館は1855年に建設された建物で2000年前後に大規模な改修がなされたが、その歴史モダンな雰囲気は保たれている。展示スペースは何回にもわたっており、 彫刻、金細工作品、建築図面、市の歴史コレクションといった展示品目ごとに分けられている。また、一部入れ替え展示がなされている。シュバーベン種工業博物館、シュバーベン種工業博物館は、シュバーベン種工業会議所が運営する博物館で、例えば理髪試験外科医、バグ職人、靴作り職人、時計作り職人、パン焼き職人、製本職人、 服飾雑貨製造職人といった古く、多くは、後継者のいない、手工芸について紹介している。ここでは、その設備、道具、材料を見ることができる。このタツンフトに関する展示もある。旧ドミニコ海聖マグダレーナ修道院の一角にある、ローマ博物館にはアウクスブルクよびその、周辺地域で発見された、石器時代から青銅器時代を経て、古代後期、 中世初期に至る考古学的出土品が展示されている。とはいえ、重点はやはり、ローマ族州の首都時代のものに置かれている。2006年に徹底的な改修が行われた、シェツラー宮殿は、見応えのある、ロココ建築であるが、その一方では、多くの重要な芸術ギャラリーを内包している。ドイツバロックギャラリー、グラフィックスコレクション。 カール及びマグダレーナ・ハーバー・シュトック財団、カタリーナ協会の修立ギャラリー、古いドイツのマエスターがそれである。ここでは特にアルブレヒト・デューラーの作品を見ることができる。グラスパラスト近代芸術愛好家には、バルター美術館やギャラリーの輪があるグラスパラストが良い。ここは5500平方メートルのスペースに収集家、イグナツ・バルターの指摘コレクションが展示されている。 コレクションの中心は、現代美術である。ハイライトは、ピカソ、ミロ、ブラックといった、優れた、芸術家と多くの作品を共同で制作したエギディオ、コンスタンティーニのガラス芸術作品である。この他に、ピナコテイクレア・モデルネの文館である、州立近代芸術ギャラリーや、H2 現代芸術センターもある。アイスホッケー博物館は、プレラーの近くにあり、例えば、 グスタフ・イエネッケの遺品をはじめ、国内外の有名なホッケー選手に関する様々な展示を行っている。また、ドイツ名声の殿堂は、選手、審判、トレーナー、事務方、ジャーナリストらを検証している。ベルトルト・ブレヒトや、レオポルト・モーツァルトの成果は、それぞれにちなんでブレヒトハウス及びモーツァルトハウスと呼ばれ、この町の最も有名な出身者である二人の、 それぞれの生涯や作品に関して展示を行っている。アウクスブルガープペンキステの操り人形博物館、ディーキステは、旧精霊病院内にあり、ウルメル、ジムクノープフ、あるいは彼ビルシュといった糸のスターを展示されている。16世紀に、フッガー家によって建設されたことで有名な、庶民住宅地フッガーライは、現在も住宅として活用されているが、 その一部に、フッガー博物館が設置されており、当時の生活を偲ぶことができる。この他にも、このフッガーシュタットには、様々なテーマの博物館やギャラリーが、数多く存在している。さらに、アウクスブルク鉄道パーク、バイエルン宝石、工業博物館、合成像博物館は、2009年現在準備中、もしくは、開館直後であり、 近い将来この街の重要な博物館にこの三館が加わる。アウクスブルク市立劇場この街の文化的重要性にふさわしく、アウクスブルクには多くの劇団、劇場がある。アウクスブルク劇場はこの街の最も重要な劇団であり、音楽劇、演劇、バレエのアンサンブルがあり、多くの舞台に出演する。アウクスブルガープッペンキステは、 ドイツ全土で有名で大人にも子供にも人気の人形劇場である。プッペンキステは氷から生まれた小さな恐竜、ウルメルやジムボタンの機関車大旅行といった伝説的なプロダクトをこれまでに制作し、それにもかかわらずモダンなテイストの新しい作品を成功させ続けている。S アンサンブルテアターは地域を超えて 注目を集める実験演劇グループで、はじめは野外劇場で上演していたが、やがてアウクスブルク文化工房で上演するようになった。S アンサンブルテアターの作品は、芝居、音楽劇、即興劇、象徴劇から、パフォーマンスアートやインスタレーションまでと幅広い。この街には、様々な種類の演劇に用いられる劇場や、文化センターが数多くある。 この他に多くの学校にはそれぞれ演劇グループがある。アウクスブルク大学のロマニステンテアターもその一つである。映画館にリ,リオームアウクスブルクの映画館は長い歴史を持つ。記録に残る最初の映画上映は1869年10月19日にユーデンベルクのコーヒーハウスメルキュールで行われた。この時には例えば列車が 駅に到着する場面などのショートフィルムがシネマトグラフによって上映された。その後数年間は移動式シネマトグラフによって様々な祭りの機会などに定期的に上映が行われていた。最初の映画館は日曜雑貨賞のフリドリン・ビトマンが経営するミュージックホールの施設を転用して1906年11月に開業した。 このアウクスブルクサイコの映画館タレアシアターは1909年の初めにこの名前が付けられたことがわかっている。かつてあった映画館の多くが現在ではなくなっているか名前が変えられている。2000年に作られた2つのシネマコンプレックスがキャピトルやフィルムパラストといった伝統的な映画館閉館の決定的な要因の一つであった。 これらのシネマコンプレックスはハリウッドのブロックバスター映画を集中的に上映している。小さな映画館もいくつか存続しているが、その多くは商業ベースに乗らないいわゆるプログラム映画を上映し、映画上映以外のイベントにもスペースを貸し出している。リリオーム、メフィスト、サボイ、タレアといった映画館がこれにあたる。毎年末に、 アウクスブルガーレヒ映画祭が開催される。この映画祭では、様々な地区中でも、屋外プールや、湖畔の野外劇場で毎日異なったジャンルの映画が、大きなスクリーンで上映される。来訪者らは、プラスチック椅子を持ち込んで座ったり、芝生に寝転んだりして鑑賞する。ドイツ全土で注目され、ドイツ映画奨励賞を受賞した2006年夏の、バイエルン映画。 ウェアフリューアーシティアブとイストレンガー等はメフィストで封切られた。バンド、演奏家アウクスブルクはドイツ全土で知られたバンドや演奏家のふるさとである。最も有名なのは1990年に結成されたザシアーで賛美歌風のロックとフォークの要素をミックスした作品を演奏する。それよりも10年前に脚光を浴びたバンドがインポテンツで、初めは その挑発的な歌詞が注目された。彼らの楽曲ヌッテンアンダー・イマクトはバイエルン放送の放送禁止リストに挙げられた。彼らは1984年にロイ・ブラックとシングルを発表する予定であったが、その曲が健康的であるという理由で成立しなかった。アウクスブルクでは1960年代にはすでにバンド活動が行われていた。 ザ・ラフローズやザ・ショットガンズといった名前の、こうしたバンドは、しかし地方レベルのバンドであった。これに対してもっと若い世代では、ノバ・インターナショナルやアナジョといった、ポップバンドが知られている。後者は、ブンデス・ビジョン・ソング・コンテストの2007年バイエルン代表で、出場した。ディアージョン・レターは、ポストロックのバンドで、地域を超えた成功を収めた。ザ・キャノンズで、 ビート歌手としてのキャリアを踏み出し、その後、ポピュラーミュージックで成功した、ロイ・ブラックは、アウクスブルク生まれではなく、数キロメートル南のシュトラースベルク出身である。ただし、その幼少期は、このフッガーシュタットと縁が深く、この街のホルバインギムナジウムで、アビトゥーを取得した。県と2000年の機会に制作された、アルバム、2000トーンで、多くの有名な、 アウクスブルクのバンドの音楽を聴くことができる。合唱団アウクスブルクの最も重要な合唱団にドームジングクナーベンがある。この合唱団は我らが聖母大聖堂の援助のもとで運営されている純粋な少年少女合唱団であり、このためマリアナーとも呼ばれている。長い歴史を持つ合唱団で1439年に最初の記録が残されている。 聖堂での宗教儀式の際に定期的に演奏を行うほか、団員はコンサートに出演し、国外ツアーにも出かけている。いくつかのレコードや CD でも知られている。テアタ・ーアークスブルクは、専属の混声合唱アンサンブルを有しており、定期的にオペラやミュージカルのほか、コンサートにも出演している。2006年のモーツァルトイヤーをきっかけに、 アウクスブルクモーツァルト合唱団はドイツ全土で知られるようになった。この合唱団は1976年に結成された経験豊かなアマチュアの合唱団である。主なレパートリーは独奏者やオーケストラと共に演奏するオラトリオが中心である。この他に多くの合唱団があるが、その大部分はキリスト教団体、音楽学校や一般の学校に属している。 中でも、混成合唱団、アルベルト・グライナー・ジングーンとムジーク・シューレや、聖ステファン・ギムナジウム合唱部は、市外でもよく知られている。オーケストラ・バイエルン・室内フィルハーモニーは、1990年の創設ながら、アウクスブルクで、最もよく知られたオーケストラである。この室内オーケストラは、特に古典派音楽と現代音楽の演奏を、行っており、 独自の音楽世界を築いている。この功績により1996年にヨーロッパ経済奨励賞とヨーロッパ地域文化賞の2つの重要な賞を受賞した。アウクスブルクフィルハーモニー管弦楽団はアウクスブルク劇場に所属するオーケストラで年間1 2 2を呼ぶ音楽劇公演に出演しているほか独自のシンフォニーコンサートのシリーズを持っている。 70人の音楽家は並行して独自の演奏活動や合唱団との共演も行っている。アウクスブルク南地区にある東欧の学生のためのブコビナ財団は1991年から約30人のアマチュア音楽家や音楽大学の学生で構成される独自のサロンオーケストラを有している。この若いオーケストラは国外ツアーを行い大きな成功を収めた。 これらの他にも多くの学生、組織、音楽愛好者らが作っているオーケストラがあり、この街は音楽イベントに恵まれた環境にある。ブレヒトハウス・アウクスブルクは、その長い歴史の中で重要な人物を何人か、排出しており、その記念の年を機会に大規模なイベントがなされている。ベルトルト・ブレヒトに関しては、文学プロジェクトや舞台上演など、 定期的に大きなイベントが開催されている。アマデウス・モーツァルトの父親、レオポルトや家族がこの町を呼び、周辺地域の出身で、アマデウス自身もこの町の少女に幼い恋を経験したことから、2006年のいわゆるモーツァルトイヤーにあたり、アウクスブルクは重要なモーツァルトシュタットとして名乗りを上げた。その一環として、無数のコンサートやイベントが開催された。 1985年から毎年3月にアウクスブルク国際映画の日が開催されている。このイベントは4つのサブイベントに分けられる。アウクスブルク子供映画祭、独立系映画の日、アウクスブルク短編映画の週末を呼び、若手映画監督や映画を学ぶ学生による国際シンポジウム、アスの映画である。この映画祭は2006年に財政難に陥ったが、 同じ年の秋には再開され、今後も開催されていく予定である。2006年、復活祭のアウクスブルガープレラーアウクスブルガー。プレラーは、バイエルンシュバーベン地方最大、バイエルン州で3番目の規模の民衆祭で、早春と晩夏の年2回開催される。プレラーは、下手のがイプール近くのいわゆる、小連平城を会場に、約2週間の日程で開催される。 工業士は主に南ドイツから集まってくる。この民衆祭は千年の歴史を有し、毎回1日あたり数千人の来訪者がある。ベルトルトブレヒトは1917年に、死、プレラーの歌でこの祭りを歌っている。二番目に、大きな民衆祭は、かつては、教会祭であったアウクスブルガードルトである。この祭りでは、ヤーコバーモンとフォーゲルモンの間、 1> 約1キロメートルの連邦道を使って、年市の位置が開催される。ドゥルトは、年2回で、数千人が訪れる。開催は、復活祭頃と、セーミヒャエルの日である9月29日頃である。セーミヒャエルの日は、トゥーラミヒエーレと呼ばれる、大天使、ミカエルのからくり人形を見物できる年に一度の、機会である。この人形は毎生時に、 ペルラ波塔の一番下の西窓に現れ、鐘の音に合わせて、槍で悪魔をつく。この日、ラートハウス広場では大規模な子供祭りが、開催されている。毎年、アドベントの時期には、ラートハウス広場で、アウクスブルクのクリスマス誌が開催される。この市場は1498年の記録が残って、おり、このため、ドイツで最も古いクリスマス誌の一つとされている。 1977年からは、アドベントの週末と史上の開閉幕時に、エンゲーレス・シュピールが行われる。これは24人の天使に扮した人物が、視聴者のバルコニーに登場するというものである。1555年、カトリックとプロテスタントの間の初の、平和協定であるアウクスブルクの宗教和議と、帝国執行令の舞台となったアウクスブルクは、自らを、 平和都市と称し、3年に一度アウクスブルク平和賞を授与している。これまでの受賞者の中には、ミハイル・ゴルバチョフや、リヒャルト・フォンバイツ・ゼッカーらがいる。アウクスブルクのナイトライフの中心は、マクシミリアン通り周辺で、特に近年多くのバー、クラブ、カフェができ、幅広いスタイルの遊びを提供している。2016年以降、毎年夏に、 アウクスブルガーゾンマーネヒテと呼ばれるオープンエアストリートフェスティバルが開催されている。ツベチュゲンダッチ最もよく知られた郷土料理はアウクスブルク市民のあだ名にもなっているツベチュゲンダッチという焼き菓子である。これはスポンジ生地あるいはビスケット生地を焼き、その上に半分に切ったプラムを敷き詰めたもので、この町で草案された。 このため、アウクスブルク市民をダッチブルガーと呼ぶ。もう一つのポピュラーな料理がバイスブルストで、バイエルン食肉販売連盟はこの街をミュンヘンに次ぐ第二の本場としている。本場ミュンヘンの白ソーセージという肩書きは、アウクスブルクの食肉業者もこの肩書きを使う権利を有する形で商標、特許局に出願されている。 アウクスブルク料理の典型的な付け合わせは、小麦粉、卵、塩から作った麺を茹でたシュペッツレである。これを別の料理として供される変則的な場合もある。こうした、アウクスブルク風の食し方はもともとアルゴイ地方で、なされていたものである。この料理は、小玉ねぎやサラダと共に供される。この他に、シュプフヌーデルやシュバインスブラーテンは、 バイエルン全土で大事にされている郷土料理である。アウクスブルクにはプロサッカークラブの FC アウクスブルクがある。1907年に創設された。このクラブは23年ぶりにレギオナルリーが10とで優勝し、ブンデスリーガ2部に復帰した。ヘルムート・ヘラー、クリスティアン・ホッハ・ホシュテター、ベルント・シュスター、アーミン・フェーラー多くのタレント選手を輩出した負荷は、 1970年代、半ばの最盛期に記録した、ホームゲームの1試合平均入場者数2万3000人という、バイエルンリーが記録を持っている。TSV シュバーベンアウクスブルクは、負荷に次ぐ伝統を持つ、サッカー部門を有するクラブである。しかし、このクラブを有名にしているのは別の種目、特にカヌー及びカヤックの部門で、 オリンピックのゴールドメダリストを3回輩出している。また、TSV シュバーベンの女子サッカー部門は、TSV プファーゼーアウクスブルクと共にレギオナルリーが、ジュートでプレーしている。この街で、最も人気のプロスポーツは、ドイツアイスホッケーリーが一部でプレーする、アウクスブルガーパンサーである。このチームは1878年に、 ドイツ発のスケートクラブとして設立されたアウクスブルガー EV を母体とする。クラブは後継の会社が運営しており、このクラブ自身にもアマチュアのアイスホッケーチームがある。EG ーーウッドストックスがアウクスブルクの3つ目のアイスホッケーチームである。トゥルンフェラインアウクスブルク1847は様々な種目で大きな成果を上げている。この町第2位のスポーツクラブである。 ファウストボール、リズミックスポーツ体操、体操ジュニア団体で、ドイツチャンピオンになっている。1999年に、それまで多くのクラブが合併する形で設立された、DJK アウクスブルクホッハホソルは、特にハンドボールやバレーボールで、高い評価を得ている。男子チームは一時期、ブンデスリーが一部に昇格したこともある。 1970年代にクロアチア人によって設立された FC エニコンアウクスブルクは1995年に廃止されるまでドイツで最も成功した移民のクラブであった。最終シーズンは当時のドイツのサッカーシステムでは4番目のリーグであったバイエルンリーガでプレーした。ポストエスブンアウクスブルクは 1966年の卓球ブンデスリーガ発足時の参加クラブの一つで6年間このリーグでプレーした。降格された後復帰は果たせていない。このクラブでプレーした有名選手にはペーター・シュテーレ、トニ・ブロイマイヤー、マルティン・ネスラがいる。アウクスブルガー・アイス・カナル・アウクスブルク最大のスポーツイベントは毎年夏に開催されるアウクスブルガー・シュタット・ラウフである。 2008年のこのイベントには約5000人のプロ選手やアマチュアアスリートが参加した。参加者は4つのコースで競い合う。この都市レースはバイエルンシュバーベン地方最大の大衆スポーツイベントである。2番目に大きなイベントは RT1 スケートナイトアウクスブルクでやはり毎年夏に何日もの会期をかけて開催される。名前の RT1 は メインスポンサーである、ラジオ局の名前である。数時間の間通行止めにされた、大都市の道路や広場を平均4000人の、インラインスケート愛好者らが滑って、楽しむのである。カヌー競技のワールドカップは、毎年アウクスブルクにやってくる。アウクスブルクには、世界最高の人工急流アイスカナルがあり、カヌー競技の連邦トレーニングセンターが置かれている。 ワールドカップ期間中、数日間にわたって、毎日数千人のスポーツファンが見物に訪れる。2003年にはここで、カヌー競技の世界選手権も行われた。この他に、市内の様々な地区で、無数の、特に、若者向けの、スポーツイベントが開催されている。ショッピングセンター、シティギャラリー前のビリー・ブラント広場では、毎年クリスマスの少し前に大規模な、 スノーボードレールバトルが開催される。このイベントには1万5000人以上の観客が集まり、アメリカからプロ選手が参加するほど有名なイベントとなった。変わった競技では、2000年から毎年射肉祭の火曜日に開催されていたアウクスブルク配送レースがあった。このレースは2007年に中止された。アウクスブルクは2009年に完成したインパルスアリーナを使って、 2011年女子サッカーワールドカップの競技を行った。ローゼナウ・シュターディオン1949年から1951年に当時アウクスブルク最大で最も有名なスポーツ施設として建設されたローゼナウ・シュターディオンはヨーロッパで最も近代的なスタジアムの一つであった。ミュンヘンのオリンピア・シュターディオンが完成するまでは ドイツのスポーツ施設の中で重要な地位を占め、1972年ミュンヘンオリンピックでも、多くのサッカー予選試合や、陸上競技の一部種目がここで行われた。2009年の時点では、FC アウクスブルクのホームスタジアムとなっている。クルツフレンツェル・シュターディオン1963年11月2日に、オープンしたクルトフレンツェル・シュターディオンは、 アウクスブルクパンサーのホームスタジアムとして使われているが、アイスホッケーのブンデスリーが一部及び二部のホームスタジアム中、天井が完全に閉鎖されていない唯一の施設である。このスタジアムは2010年から2011年に改装され、天井も完全に封鎖される。スポーツハレアウクスブルクは1965年にアウクスブルクでは、 第二次世界大戦後初の大規模なホール建築としてオープンした。プレストレストコンクリート製の釣り天井構造は建築上の優れた業績であると評価され2003年に文化財リストに登録された。ミュンヘンオリンピックの際にはハンドボールとバスケットボールの試合が行われた。現在ではコンサートや文化行事の開催に利用されている。 ミュンヘンオリンピックの競技に利用された第三の施設は、このオリンピックのために作られたアウクスブルガーアイスカナルで、ここではオリンピックのすべてのカヌー競技が開催された。世界初の人口急流は2万4000の観客が観戦でき、その後はカヌースラロームのワールドカップが開催されている。エルンストレーナー・シュターディオンは、 ローゼナウシュターディオンに次ぐフッガーシュタットで2番目に大きなスタジアムで TSV シュバーベンアウクスブルクがホームスタジアムとしているこのスタジアムは南部スポーツ公園の敷地内にある南部スポーツ公園はジベ g ティシュバルトの生誕にあり運動競技場とランニングコースがあるハウンシュテッテン競技場この他にもいくつか競技場がある例えば ハウニシュテッテン競技場、パウルレンツ競技場、ゲッギンゲン地区のカールメーゲル競技場とアントン・ベツラー、体育館などである。1988年以降、レヒハウゼン地区には、アウクスブルク自転車スポーツ協会の200メートルの室内自転車競技場がある。WWK アリーナ・ローゼナウ・シュターディオンの後継となるアウクスブルク最大の競技場として、 WWK アリーナが2009年に完成した。この新しいスタジアムは、サッカー専用スタジアムであるが、コンサートなどの大規模イベントに使用できる。第2期拡張工事後には48,860人収容となる。アウクスブルクには4つの室内プールがある。アルテ・シュタットバート、シュピッケルバート、ハウシュテッテン室内プール、ゲッキンゲン室内プールである。 さらに屋外プールは5つある。ファミリープール、ベーレンケラープール、レヒハウゼンプール、フリーベ、ハウシュテッテン自然屋外プールである。アウクスブルクは1997年にヨーロッパで最も緑に恵まれた居住価値の高い都市の肩書きを獲得する以前から、すでに緑地、公園、庭園が極めて多い。 こうした施設は建て込んだ都会の空間にゆとりを与え、住民に憩いと安らぎの機会を提供している。最もよく知られた公園は、市の心臓部にあたるイニヒスプラッツンに面した公園である。中央に泉を排した樹木の多い緑地は、市電やバスといった、近郊公共交通機関の同盟の停留所に隣接している。この公園は1911年の、 駅前地区再開発により設けられたが、現在では、評判は芳しくなく、特に夜には、アルコール中毒者や、薬物依存者が集まり取引する場所になっている。アウクスブルク植物園の日本庭園ジンティシュバルトの北端にある植物園では、小学の入場料と引き換えに、約10ヘクタールの敷地内にある、日本庭園、樹木及び薬草園など様々な種類の庭園を、 楽しむことができる。敷地内全体で合わせて100万株の球根植物、1200種以上のシダや野草、280種のバラ、450種の樹木があり、温室内では1200種の植物が栽培されている。面積20.8ヘクタールのビッテルスバッハ公園は建て込んだ市街地内では最大の緑地であり、 その北東に位置する、シュタットガルテンやベルタハ渓谷の斜面とともに1980年に、風地地区に指定されている。貴族のビッテルスバッハ家の名前を冠したこの施設は1906年が、初出であるが、その前身となる緑地はそれよりも随分前からすでに、あった。見本市会場が建設されるまでは、アウクスブルクの春の見本市は、この空き地で開催されていた。 1944年にビッテルスバッハ公園の地下に長さ 1km に及ぶ防空壕が掘られ、その一部は現在も残っている。ホーフガルテンの噴水。ホーフガルテンは1739年から1744年に造営されたが、市境宮殿の敷地内であったため1965年まで一般の人は近づくことができなかった。 第二次世界大戦後には長らく果樹園として利用されていた。1960年代に改造され、様々な樹木、干木、花壇、池垣、ピラミッド型花壇などが設けられた。現在では、水蓮の池や大きな噴水が称賛されている。アウクスブルクは、バイエルン州に23ある上級中心都市の一つで、あり、 ドイツ南部で最も重要な工業都市の一つである。道路交通市内を通る最も重要な広域自動車道は、ミュンヘン方面とシュトゥットガルト方面を結ぶ、連邦アウトバーゲー8号線で、アウクスブルク市には2つのクローバー型インターチェンジがある。さらに、衛星都市のダージング、ノイゼス、デルヒングにもインターチェンジがある。連邦道ービー3 0号線また、 アウクスブルクは4つの連邦道の交差点である B2 号線、B10 号線、B17 号線、B300 号線が南北方向及び東西方向に死を貫いている。黄色いアウトバーンと呼ばれる連邦道 B2 号線であることを意味するは北からアウクスブルクに入り、やはりアウトバーン風の連邦道 B17 号線に接続する。B17 号線は 市内では他車線に拡張されており、一部は地下を通って、シュタットベルゲン、プファーゼー方面の交差点に至る。その後、B17 号線は南に向かい、数キロメートルで、アウトバーン A96 号線に接続する。B17 号線のシュタットベルゲンから、オーバーハウゼンまでの区間は、姉妹都市デートンにちなんで、デートンリングと名付けられている。 連邦道 B300 号線は、市内と衛星都市を結ぶ区間だけは他車線に拡張されているが、最終的には片側一車線に狭くなる。1993年から2004年まで10年以上の後期を要した、シュライフェン街道は、レヒハウゼンのブリュヒャ通りから B300 号線に接続するまで、市街地の東と南を結んでいる。この路線は、 終始四車線に拡張されており、レヒハウゼンから市街地、新しく建設されたレイヒ川の橋、テクスティール街を通り、プロビーの通り付近から長さ480メートルのトンネルに入り、B300 号線の下をくぐり抜けたところで地上に、再び現れ、赤の門を遠巻きに迂回して、ホッホフェルトで B300 号線に合流する。 シュライフェン街道という名前はこの道路によってアウトバーンの東西のインターチェンジが市街中心部を環状に取り囲む形で結ばれたことによるこの道路により市内を通り抜けようとする車両による赤の門付近の渋滞が緩和された B17 号線同様この道路も区画ごとにアウクスブルクの姉妹都市の名が付けられている東から南の順に甘崎やれ 長浜アレイ、インバネスアレイである。市内中心部を含む環境ゾーンは2009年7月1日に運用が始まった。2010年10月1日以降は黄色と緑のステッカー。2012年10月1日からは緑のステッカーの車両だけがこのゾーン内への侵入が許されるようになる。公共交通機関アウクスブルクの路面電車市域全域は シュバーベンチューブをカバーするアウクスブルク交通連盟のサービス提供エリアに属しアウクスブルク交通会社及びゲルストホーフ交通会社により4系統の路面電車、27系統の市バス、6系統の夜行バス及び様々なタクシーサービスが提供されている。路面電車系ロズ路面電車網の総延長は大学への路線、北の市境への路線、 病院への路線といった、新鮮開通により 35.5km に及んだ。さらに2本の路線が計画されており、2011年までに完成予定である。この他に、ドイツ鉄道の6つのエレギオナルバーン路線の7つの駅には、定期的に列車が発着し、将来的には S バーン風のシステムに拡大される予定である。さらに8つ目の駅として、 ヒルプリンガー・シュトラー線駅が計画されたが、この計画は放棄された。地域交通は、アウクスブルク地域バス GMBH や数多くの乗り合いバス会社が運営している。多くのバス路線がアウクスブルク中央駅に乗り入れており、市内の近郊交通に利用できる。ケーニヒスプラッツ停留所ゾーン路面電車やバス路線の主要な乗り換え駅は、 1933年から1945年まで、アドルフ・ヒトラー・プラッツと呼ばれたケーニーヒス・プラッツである。1914年に、コンラート・アデナウアーレイの東に停車場が作られ、住民はこれを、ピルツと呼んだ。やがて交通本数が、停留所の処理能力を超えたため、2年間の工事期間をかけ、1977年に、 通りの反対側に大規模な停留所ゾーンが設けられた。しかしこれも法案に近づいたため、2009年までにプラットホームや路面電車の軌道の増設が必要となった。2007年11月25日に計拡張計画反対の住民投票が行われ、53.2%が拡張反対に票を投じた。鉄道アウクスブルク中央駅アウクスブルクには、 現在7つの駅があるが、中でも、中央駅は飛び抜けて重要である。この駅はドイツで、最も運行量の多い高速鉄道アウクスブルク、ミュンヘン線の終点であり、ミュンヘンからベルリン、ドルトムント、ハンブルク、シュトゥットガルトへのアイス及びインターシティの停車駅である。この他、ユーロシティや夜行列車で、アムステルダム、パリあるいは、 ウィーンといったヨーロッパの大都市へ乗り換えなしで行ける。この他にマンメンドルフ行き、アイハハ、ラダースドルフ行き、ドナウベルト行き、ディンケルシェルベン行き、シュバープミュンヘン行き、クロスターレヒフェルト行き、シュミーヒエン行きの7つのレギオナルバーン路線が放射状に伸びている。このレギオナルバーンは2008年から S バーン風の間隔で運行されており、 アウクスブルクエスバーンが構築中である。このローカル列車の路線は DB レギオエジーによって運営されており、2008年末からはバイエルンレギオバーンも運営に関与している。中央駅は1843年から1846年に建設された駅舎であり、大都市の駅舎中、オリジナルの建築が用いられている、最も古い駅である。 モビリテ・エッツ・ドリハ・シャイブ・ハウト・ーボンハフというプロジェクト名の下建物の完全な近代化が現在計画されている。この計画には路面電車の地下停留所建設が含まれている。アウクスブルク・オーバーハウゼン駅この他の市内の重要な駅はアウクスブルク・ホッホソル駅とアウクスブルク・オーバーハウゼン駅でニュルンベルクあるいは ウルムといった南ドイツの大都市への直通列車が30分ごとに発着している。これ以外の駅は、近郊交通に特化された駅であり、レギオナルバーンと、まれに、レギオナルエクスプレスが発着する。貨物鉄道部門では、2005年4月1日に、ドイツ鉄道によって操車場が廃止され、アウクスブルクは積み替え駅としての機能を失った。しかし2007年から、 アウクスブルク、ゲルストホーフェン、ノイゼスの3都市では、貨物道路輸送を鉄道輸送に転換するための貨物、交通センターを設立している。シュバーベン大都市圏の特殊性は1898年に設立されたアウクスブルガーローカルバーンである。これは都市を横切って走る鉄道で、沿線の大企業が運営している。2004年の輸送量は95万トンで、 路線は市外へ延長されている。プロジェクト、モビリテ・ゾドリハシャイブ活発な転車台の概念のもと、アウクスブルク市は、市内の近郊交通を近代化し、魅力的なものにするプロジェクトを遂行している。このプロジェクトには、路面電車の新線を付設、重要な乗り換え駅である軽ニヒスプラッツと、中央駅の増築、S バーンの構築が見られる。この大規模プロジェクトは、 2007年6月28日、中央駅とフリートベルクイコールベストの間の市電新線、6号線の加間入れによってスタートした。航空路市の北東部にアウクスブルク空港がある。この飛行場は第二次世界大戦後に新しく作られた空港である。1980年からリージョナルフラグハッフェンとしてに3の国内路線が就航していたが、2005年から 路線便は廃止され、バーキールズレンディプラッツに格下げされた。定期便が就航していた時代の乗客数増加計画に基づく空港拡張は周辺住民の抵抗により失敗した。このため、この空港には100人乗り以下の飛行機しか着陸できず、ラーガーレヒフェルトナトー空軍基地の民間供用が検討された。この案は、 連邦軍が弾薬庫移転費用として請求した額が高額であったため放棄された。2005年の定期航路廃止により、この不採算空港の将来は長らく不確実名状態にあった。アウクスブルク市は共同出資者として年間100万ユーロの補助金を支出しなければならなかった。2006年4月、この交通用飛行場を主にビジネス機が利用する。 近代的なシティエアポートに改築することが決定された。この他に空港を利用する企業を誘致するための8万平方メートルの大規模な産業地帯が設けられた。大企業アウクスブルクは、その立地の良さから歴史的に重要な工業都市であり、特に防石業では、古くから世界の中心都市であった。しかしこの職種の企業はやがて町からほぼ完全に、 亡くなった。この町は特に工業企業の大規模な工場があることが特徴である。旧市街の周辺部には、マン、印刷機製造のモンローランド、トランスミッション製造のレンク、照明器具メーカーのオスラム、製紙業者のアップムキュンメネがある。ドイツ第3位のゼネコンワルター・バウエージーは、テクスティール街に本社があったが、2005年に倒産を、申告した。 アウクスブルク南部のハウス徹テッテンには2番目に大きな産業地区がある。ここには、伊豆の子会社であるプレミアムエロテックや MT エロスペース AG といった航空宇宙産業、コンピュータの開発、製造を行う富士通シーメンスコンピューターズ、テクノパークを有するシーメンスといった企業がある。NCR ドイツ本社アウクスブルク東部のレヒハウゼンには、 産業用ロボットや芝居線ラーゲン製造の区間、世界最大のカトリック書籍出版、販売のベルトビルとグループがある。金融部門の自動機器、レジスターシステムやデータバンクシステムの NCR は、アウクスブルク西部のクリークスハーバーにドイツ本社を置いている。この他の大企業としては、自動封書システムやメールルームソリューション開発の母子ステック、 ソフトウェアハードウェア開発の、ベータシステムズソフトウェア AG、自動車、オートバイ、有用車両の排気ガス処理装置製造のエンコン、テクノロジーズ、自動車洗浄機製造のウォッシュテックなどがある。伝統産業この街の大変な、古さや、かつての極めて重要な地位にふさわしく、アウクスブルクには無数の企業があり、その中には100年を超える伝統を持つ企業もある。 アウグスタ・ブラウエライ、ブラウエライツはゴルデー・ネンガンス、ハーゼン・ブロイ、トール・ブロイ、ブラウ・ハウス・リーゲレが古くから地元にある5つのビール、醸造所で、多くは、現在も、地方の市場向けに製造を行っている。この他にハウス・リーゲレで生産されているコーラと、オレンジレモネードのカクテル飲料酒ペーチも有名である。市町地銀行玄関特に、フッガー家やベルザー家によってもたらされた。 金融部門での重要な地位は、現在活動中の銀行にも引き継がれている。フィルスト・フッガー・プリバート・バンクは商家であったフッガー家が創設した銀行で、1468年に初めて、バンクと名乗った。市貯蓄銀行は1822年、軍貯蓄銀行は1855年に設立された。この他、1914年にアントン・ハフナーが、 マクシミリアン通りに設立したバンクハウスハフナーはアウクスブルガーアクティエンバンクと共に20世紀後半の重要な銀行である。書籍、出版分野ではシュローザースカン JA ブッフ、ウンとカンストハンドラン、ディエガークランスフェルダー、アントンベームソーンが伝統的な企業である。この他の伝統的な企業としては水産業者のスコップラー、デリッシュ、 化粧品店のネグル、JN エバリー &C、GMBH、鉄販売のシラーウントラル、家具輸送の HYZEN ホルン &C、レンベア製膨店、電動装置製造のフィスター。ワーゲン、家具輸送業と旅行業のドンバーガー風船製造の、オーガストリディンガー、細川アルパイニエ G ジーなどがある。その他の重要な企業上記以外の重要な企業には、以下のものがある。 アウクスブルクは、日本史の開催都市として長い歴史を有しているにも、かかわらず、現在のメッセアウクスブルクの建物は1988年に、開館したものである。それまで、この種の催しは、ビッテルスバッハ公園の敷地内にあった前途ントで、開催されていた。メッセは、 バイエルン州で3番目に大きなもので合わせて5万7千平方メートルの広さの12のホール、1万8千平方メートルのフリースペース、3500平方メートルの会議センターがある。最も大きなシュバーベンハレは1万人以上が収容でき、定期的にコンサートや催し物に用いられている。アウクスブルクの見本史で最も重要なものは、アウクスブルクの春の展示会。 アメリカーナ、グリーントテック、インターリフト、インターザナである。また重要な会議としては、モバイルコマースの技術と応用に関するカンファレンスが開かれた。メッセ会場は、重要な設備が欠如していることから、個人投資家からの支援を受けて2007年から、改造工事が行われている。また、4つ母子ホテルの建設も計画されている。 アウクスブルクコングレスハレ入り口とホテル棟、アウクスブルクコングレスハレは、アントン街のホテル棟の下にあり、コンサート、文化イベント、会議、各種の即売会などに利用されている。1972年にオープンした、打ち放しコンクリートの建築は、ホテル棟と共にアウクスブルクコングレスセンターを、形成し、4つのホールと3つのロビーが使用できる。 会議ホールは1400人までを収容できる大きなスペースである。これよりも来客数の多いイベントには会議センターからも遠く、ないビッテルスバッハ公園の端にあるアウクスブルク体育館が使われる。このホールに完全に座席を配置した場合には4000人まで観客を収容できる。このためコンサートや著名な芸術家が参加するイベントなどに用いられている。 新聞、雑誌アウクスブルク唯一で多数を占める、日刊誌が、プレッセドラック、ウンとバーラッグス GMBH により出版される、アウクスブルガー・アルゲマイネである。地方版を合わせた、総発行部数は、1日35万6000部で、ドイツで、最も発行部数の多い地方誌である。この新聞は主に、アウクスブルク市内のみならずバイエルンシュバーベン地方。 全土及びオーバーバイエルーンの一部でも読まれている。この他に、日曜日ごとに、アウクスブルガー・ゾンタークスプレッセが発刊される。この新聞には、ローカルニュースの他に、ドイツ全国のニュースが掲載されており、バス停、路面電車の停留所、駅、ガソリンスタンドで入手できる。限られたテーマに関して、画像と短い文章で説明する体裁で、 大衆向けメディアに数えられる。地域ニュースを掲載した、最もよく読まれている週刊のフリーペーパーが1979年に、創刊された、シュタットザイトゥングで、アウクスブルク大都市圏内で15の地方版がある。メイディアングルパ・メイヤーゾーネが発行している。同じ出版社から、月刊タウン誌のアウクスブルクジャーナルも刊行されている。典型的な大衆の紙面で、 シュタット・ザイトゥングとは違い、有料である。若者向け月刊誌にはノイエス・ツェーネ・アウクスブルクがある。ライフスタイル、音楽、ナイトライフやイベント情報に重点が置かれている。市内と隣接する軍で発行され毎号、約25,500部が購読されている。これは、バイエルン州最大のタウン市である。2ヶ月に一度、無料のカルチャーマガジン A ガイドが発行される。 発行部数12万部で、アウクスブルク最大の雑誌の一つである。1977年からカラーズリの月刊誌、アウクスブルガー10とイコールアンイガーが発行されているが、これは1972年に合併した月銀ン,ン、ベルクハイム、インニュンゲン、ハウンシュテッテンのニュースに紙面を当てている。大学向けの出版ものもある。 アウクスブルク大学当局は学内向けのウニプレスを出版し、学生組合はウニバーズムを発行している。また、カトリックの学生グループはプレスティーゲを観光している。ラジオ放送アウクスブルクの二大地方局の一つがヒットラジオ RT1 である。このぼねは主に40代以上のシニア層向けにここ数年リスナーを増やしている。ヒットラジオ RT1 はアウクスブルガー・アルゲマイネと連携している。このツボネはスケートナイトや毎年開催されるミュージックフェスティバルといったスポーツ、社会イベントで多くのアウクスブルク市民にその名を知られている。2番目に大きなラジオ局がラジオファンタジーである。このツボネは音楽とコメディに特化しており様々な活動で注目されている。その中には スキーツアーや大規模なスポーツイベントなどがある。ラジオファンタジーは40歳以下の若いリスナーをターゲットにしている。月曜日の22時から1時までは、アウクスブルク大学の学生たちが、同じ学生向けの番組、カナルシーが放送されている。ロック音楽に特化したロックアンテネは、以前ラジオ系が使っていた、周波数で放送されている。ロックアンテネは、 アンテネバイエルンの子会社である。2008年末からアウクスブルクでエゴ FM が放送を開始した。この放送局は14歳から20歳の若年層を対象にバイエルン州内の大都市でのみ放送を行っている。ジャズボーカルを中心とした放送局スマートラジオのプログラムは視界がなく純粋に音楽だけが流れている。 この他にフローツェニイコールラジオとラジオアウクスブルクの2つの地方ラジオ局がある。以前アウクスブルクには AFN の放送局があり、中波の1 4 8 5ヘルツで放送を行っていた。1998年の最後の米軍部隊撤退に伴い放送局も廃止された。当時の施設はそのまま残されているが、放送は行われていない。 アウクスブルクの起業家ウルリヒアール・ジェイクバクはクラシックラジオの株の多くを取得し2004年にこれを株式市場に放出したこの放送局のプログラムはその後もハンブルクから放送されているテレビ放送この街唯一のテレビ放送局アウクスブルク TV は毎日ケーブルテレビでいくつかのチャンネルの放送を送信しているアウクスブルク TV は TB アルゴイナハリフテン、イントブと人工衛星アストラ1階の放送区画、ローカルサットを共有している。プログラムはもっぱら地元あるいは地方をテーマとするもので、ある。2007年1月1日以前、この放送局は TB アウクスブルクという名称であった。アウクスブルクは ZDF の連続ドラマシリーズ、サームと運とセいの舞台であり、 ロケ地となった。このドラマは宝石業界の家族を扱った典型的なソープオペラで2005年2月10日に最終回が放送された。アクセルシュタインの映画ハート・ユングスもアウクスブルクを舞台としこの街で撮影された。アウクスブルクは歴史上重要な都市である一方バイエルン・シュバーベンの政治上の中心地であるためいくつかの官庁、連合団体、 その他の公的権利を有する法人の所在地でもある。この町には、アウクスブルク市の他に二つの軍の軍長があるという特殊な状況が出かしている。バイエルン州間協商が唯一の州レベルの官庁としてアウクスブルク南部にある。この役所は数年前にミュンヘンから移転したものである。この役所は州北部の豊富にある役所と職務を分割している。 バイエルンのシュバーベン行政管区は、アウクスブルク市会計局及び、アウクスブルク地方会計局を、アウクスブルク市及び、アウクスブルク軍庁舎内に置いている。金融や保険制度の面では、連邦理財局、ドイツ連邦銀行、ドイツ年金保険シュバーベン、農業保険、ニーダーバイエルン、オーバープファルツ及び、シュバーベンなどがある。アウクスブルク市は、 ドイツで最も古い公共の質屋である私立質屋を運営している。1603年からこの施設は価値のあるものを一時的に失礼して現金を得ることで財政難に陥った市民を救っている。アウクスブルクのドイツ商工会議所、シュバーベン行政管区の施設としては、思工業会議所やドイツ商工会議所がある。また、アウクスブルク市、アウクスブルク郡。 アイハッハイコールフリートベルク軍、ディリンゲン軍、ドナウリース軍を管轄する、シュバーベン北警察署がある。さらに、中央税務署、刑務署、市内青少年団連合がある。バイエルン赤十字、バイエルンサッカー連盟をはじめとする、様々な団体や、法人のシュバーベン本部事務所あるいは南ドイツ、中央事務所がアウクスブルクにある。2005年半ばまで、 シュバーベン行政管区の兵役義務のある市民は、ビスマルク外の軍兵員補充局に召集されていたが、その後合理化のために閉鎖された。それ以後は、インゴルシュタットの部局の担当となった。クリニクム・アウクスブルク2006年の大規模な構造改革後、アウクスブルクには診療レベル4の病院が2つと、いくつかの一部は特定の領域に特化した小規模な病院がある。 この他に健康保険医師団体の救急病院や精神病医療の別クス病院がある。最大の病院でアウクスブルク大都市圏の救命救急医療の中心となっているのがクリーニクムアウクスブルクである。構造改革までは中央病院と呼ばれていた病院でルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンの研修病院としても利用されている。この病院は 市内西部のクリークスハーバー地区にあり、連邦道 B17 号線及び B300 号線経由で迅速に患者を搬送できる。そのすぐ隣にキンダークリーニックがある。この病院はクリニクムと密接な関係にあるアウクスブルク病院目的連合に属している。密接な関係とは、例えばクリニクムに搬送された小児の救急患者のほぼ全員が、 一時処置の後、より適切な看護が可能なキンダークリーニクに転院する。最高の診療レベルにある2番目に大きな病院は、かつてハウニシュテッテン病院と呼ばれていたアウクスブルク南クリーニクムである。大規模な構造改革と全診療科を旧中央病院からハウニシュテッテンに一部分割移転したことにより、病院需要計画で要求されていた診療レベル。 4を達成した。診療の専門領域は、以前から重点が置かれていた、外科、内科、皮膚科、自便効果である。別クス病院アウクスブルク別クス病院は、シュバーベン行政管区が運営する、精神科、精神療法、精神身体医学の病院で、市内及びアウクスブルク軍全域住民の精神病診療を目的とする。この病院は、 クリークスハーバー地区にあり、クリーニクムからも遠くない。この他では、ディアコニッセン病院、ヘッシングクリーニック、ヨーゼフィヌム、ヴィンセンティヌムの4つが大きな病院である。これらはいずれも特定の診療科目に特化している。また、バイエルン健康保健医師団体の救急病院がヴィンセンティヌムの隣にある。アウクスブルクには全部で14の墓地があり、 このうち9つを市が運営している。北墓地、新旧の東墓地、新旧のハウステッター墓地、西墓地、ゲッンガー墓地、インニンガー墓地、ベルクハイマー墓地である。キリスト教墓地は3つあり、カトリッククリークスハーバー墓地、カトリック、ヘルマン墓地、プロテスタント墓地である。残る2つは、 ユダヤ人墓地のイスラエルホーファーシュトラーセ墓地、イスラエルハウニシュテッターシュトラーセ墓地である。この都市は大変に古い歴史を有し、かつては重要な地位を占めていたにもかかわらず、アウクスブルクに総合大学ができたのは1970年に、なってからであった。この他に、専門単科大学や音楽大学があり、アウクスブルクでは大変に幅広い選択が可能である。 三つの短科大学では合わせて1万5千人が学んでいる。アウクスブルク大学アウクスブルク大学は記述の通り1970年に創設された。1971年に廃止されてアウクスブルク大学のカトリック神学部として編入されたディリンゲン哲学神学短科大学は1549年または1551年に創設され1802年に 総合大学に昇格していた。また、1958年に教員養成研究所から設立されたアウクスブルク教育大学は、1972年にアウクスブルク大学の教育学専攻として併合された。2008年には廃止されたニュルンベルクアウクスブルク音楽学校のいくつかの専攻をレオポルト・モーツァルトセンターとして取り込んでいる。 この大学は、バイエルンシュバーベン地方で、唯一の総合大学である。現在この大学には、哲学、歴史学部、哲学、社会学部、経済学部、法学部、数学、自然科学部、カトリック進学部及び新設の応用情報学部がある。14,500人を擁するアウクスブルク大学は、伝統的なフルセットの総合大学ではなく、文化学、社会学、 経済学の主な分野を統合した大学である。1974年以降、市の南部の旧飛行場跡に広大なキャンパスが建造され、単独の市区が設けられている。やがて大学のごく一部が、専門単科大学の経営学領域と共同で、レヒハウゼン及びアルテウニーバルジテートの旧、教育大学の建物を使用するようになった。 アウクスブルク短歌大学アウクスブルク短歌大学は1971年に創設された大学であるが、その前身は長い歴史を持っている。それは1660年頃に設立された私立の学芸アカデミーで、はじめはプロテスタント系の学校であったが、1710年に公立化され、帝国と私立学芸アカデミーに発展した。 その後いくつもの段階を経て、最終的には、ベルククンストシューレ・アウクスブルクが設立された。一方、技術部門は19世紀に設立された、ルドルフ・ディーゼル工業専門学校に由来する。1971年に両者が合併して、アウクスブルク専門単科大学が創設された。これはドイツで最も古い専門単科大学であったが、2008年に、 アウクスブルク短歌大学と改名された。大勢の学生が技術、造形、経済分野の学科で学んでいる。アウクスブルク短歌大学には約4100人の学生が席を置いている。ニュルンベルク・アウクスブルク音楽学校は、ニュルンベルクのマイスタージンガー・コンセルバトリウムと、アウクスブルクのレオポルト・モーツァルト・コンセルバトリウムとが1998年に、 合併して設立された学生や教員の激しい抵抗にもかかわらず、バイエルン州教育文化省は2006年に財政難を理由にこの大学のアウクスブルク部分の閉鎖を決定した。この大学には音楽教育学、芸術学の学生がいる。カトリックの教会音楽、ギター、音楽療法を学ぶこともできる。また、 ドイツで唯一のブラスオーケストラ指導者養成コースもある。ホルバインギムナジウム9ムネアウクスブルクの児童、生徒に対する基本的な一般教教用の教育機関は、ギムナジウム10校、実家学校9校、基礎家庭学校及び、本家庭学校42校、養護学校13校、それに自由バルドルフ学校が1校ある。 バイエルンのシュバーベン行政管区の中心都市であるアウクスブルクには、ほぼあらゆる種類の職業訓練学校がある。私立職業学校が7校、就校人の私立職業学校が1校、職業訓練学校が18校、専門アカデミー及び、専門学校が4校ずつ、経済学校が3校である。記述の学校やアカデミーの他にもアウクスブルクには、学習の機会がある。 市民大学やコルピング教育作業会、様々な歌唱音楽学校から話し方学校まで、ある。その多くはあらかじめ専攻するコースを完了している。必要はなく、繰り返し市民の一般教養形成に資している。大学や短科大学はいくつかの研究所を有している。そのほとんどが特定の学部が運営するもので、その研究領域の研究に従事している。 しかし、多領域にまたがるテーマの研究に関して、大規模な、あるいは学際的な共同研究プロジェクトの提携がなされる場合もある。アウクスブルクは、環境及び環境保護の研究分野で重要な、業績を挙げている。このためバイエルン州が設立した、アウクスブルク・シュバーベン環境専門知識センターは、この分野で活動している、ほぼすべての研究機関や、 企業のコミュニケーションや共同研究をコーディネートするネットワークを構築している。バイエルン州環境省は近い将来環境研究センターの学生や教官と緊密に協調して実施する共同プロジェクトをアウクスブルク大学に発足させる計画がある。東ヨーロッパに関してはブコビナ研究所が主導的な施設である。この研究所は 国際的、学際的共同研究で、東欧の文化、歴史、知識の資料整理や研究を行っている。ブコビナの名前は、この研究所が特に注力している地域にちなんだもので、ある。アウクスブルクは、帝国都市時代から図書館制度に関して、重要な伝統を有しており、それは、現在も、施設の多さに反映されている。州立、私立図書館州立。 私立図書館は、シェツラー通りにある。この施設は一般に利用することができるが、書籍の貸し出しは通常禁止されている。貸し出しを行っているのは、私立図書館とその文館の月金源図書館、ハウニシテッテン図書館、レヒハウゼン図書館である。アウクスブルク市民は誰でも、書籍、雑誌、その他のメディアに触れることができる。中央図書館は老朽化し、 小さな建物はいっぱいになってしまったため、エルンストロイター広場に新しい建物が建設中である。新しい建物が完成した後には、近代的で包括的な図書館に求められる機能を満たすことができるはずである。州立・図、私立図書館は図書館であると同時に、1834年に設立されたシュバーベン歴史協会の事務局にもなっている。 毎年発刊されるシュバーベン歴史協会雑誌はアウクスブルク周辺の文化生活において知識面でのアクセントとなっている。アウクスブルク大学中央図書館他の総合大学などと同様にアウクスブルク大学も大規模な図書館を備えており特に大学の学生や研究者はもちろん一般にも利用が可能で様々な種類の収蔵品に触れることができる。この図書館は 大学のキャンパス内にあり、中央図書館のほか多くの文館に分かれている。大学図書館は1970年に建設されたにもかかわらず、1980年に寄贈されたエッティンゲンバラーシュタイン図書館の急増書を、はじめ、古い書籍を所蔵している。ブコビナ研究所は、東ドイツや東ヨーロッパの文学、歴史、文化に重点を置いた。 大規模な専門図書館を有している。いいテキストの時代にふさわしいのはビブリオテカ・アウグスターナである。これはドイツ全土で名声を得ている世界文学の電子図書館を作ろうという専門単科大学の教授のプロジェクトである。この他に多くの小さな私立図書館があるがこれらは利用者が限定されている。アウクスブルクには公立あるいは 私立の研究所の文書館がある。最も有名な公立文書館は、バイエルーン州のアウクスブルク州立文書館、アウクスブルク市の私立文書館、アウクスブルク大学文書館がある。進学領域の文書は、ドーム地区にあるアウクスブルク市教区文書館が所有しており、中には書籍や資料の他に、市教区の歴史や発展に関する膨大な絵画も含まれる。 ゾイクガッセのバイエルン歴史館は1983年にバイエルン州の館長として設立され、1993年9月にアウクスブルクに所在地を定めた。この資料館は、あらゆる層の住民、特に若年層が、バイエルン州各地域の歴史的、文化的多様性に触れることができる。この資料館には27万点の写真資料がある。 ヤーコプ・フッガー・ハンス・ホルバイン・レオポルト・モーツァルト、ベルトル・トブレヒト。ありがとうございます。